はい、皆さんこんにちは。こんにちは。海賊です。日本海賊。金八チャンネルです、ね。はい。金八チャンネルの時間です。はい、私は日本海賊党の代表しております須田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。今日はコメンテーターがですね、はい、全部で3人、はい、もう1人いらっしゃるかな。はい、一応3人ということで、順番に自己紹介お願いします。はい、こちらです。はい、元川崎市議会議員で映画選挙選挙2の山内和彦です。日本海賊 TV では山さんの選挙ウォッチを田淵孝明さんとやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、久美門の育ち合い広場でもお世話になっています元祖生活保守石川久美子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東急動産騙し売り裁判東急動産消費者契約法違反訴訟原告の林田力と言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまたですね、今週の、話題を、ね、中心にいろいろトークをしていきたいんですが、はい、一応田淵先生は今日は、お休みなんですが、あ、そうです。ちょっとシャワー後でね、はい、スライドはいただいてますんで、はい、じゃあ代読でまた、代読で、はい、なんか言いたこといっぱいあるらしいですね。山さんもまた移動距離の長いいやちょっとね、田淵さんはちょっと遠くに日帰りでてすごい、皆さんすごい国際的な活動をされてますよね。はい、はい、じゃあちょっと今日のお題見てみましょうか。はい、はい、こんな内容ですね。はい、はい、まず伊豆急行のザ・ロイヤル・エクスプレス、これは新しく新しい来年の夏に、うん、運行予定の観光列車です。あ、観光列車ですか。はい、横浜から伊豆下田まで、はい、それが地域性が欠如しているという状態で、東急グループですね。そうでしたね。林田さんに伺っていただきたいと思います。はい、それからですね、カジノ法案がこの前衆議院議員の委員会をですね、通りまして、はい、今日ですかね、はい、今日、衆議院の本会議の方を可決したと。はい、いうことで、なんか、委員会の方は強行採決気味に決まっちゃったし、はい、なんか本会議の方もなんか民進党が、うん、なんかその退席した段階で決まったということで、でね、なんか随分ですね、なんか急いでますね。急いでますよね。ちなみに委員長は私の選挙区の秋元司さん。ああ、なんか秋元さん頑張ってますね。なんかよく秋元さん車見ますよ。はい、でかなり支持者向けにファックスレターが送られてくるんですけど、そこではその日本全国のカジノがボンボンできるわけではありませんみたいな言い訳的な感じで。まあそうです。ね、パチンコ屋みたいなあちこちできたら困るよね。だからかなりもうカジノで日本経済を発展させようとかそういうことは言ってないんですよね。逆になんか支持者に対しては言い訳モード的な感じで、まあちょっとね、まあね、公明党も賛否が分かれてますね。世論的にはあんまり良くない感じのね、やっぱり今据えてるね、そういう印象があるんですが、まあそういった話がありますですね、はい、それから、イタリアの首相がですね、はい、辞任だったんですが、はい、これはあれですよね、会見の憲法改正の国民投票をして、はい、で結局反対派の方が勝っちゃったと。そうですね、それを主導したのが5つ星運動ですね。そうですよね、はい、コメディアンの、そう、うん、でもそこら辺のですね情勢についてね、はい、これ語っていただくことになりますね、はい、でそれから、パク大統領はこれはパク大統領昨日ですか、はい、一応4月ぐらいに辞任しますと、はい、いうことは表明したんだけども、うん、それでもやっぱり、与党の非主流派の方がね、うん、弾劾の方に、加わってですね、うん、弾劾賛成の方にね加わって可決されるかと、うん、もう9日ですからこの、まあ、今日は7日でね、9日にはですね、決まりますね、まだ収録してるんですが、9日の、その放送時点にはもう決まってるという感じになりますよね、うん、はい、その問題と、それから小池課のですね東京都の区議が7名ですね、7人の侍ですか、はい、その方たちが何、かその何か書類を出すか上申書を出して、まあ、一応、それを出せばそれでまあ手打ちにし手打ちしましょうという話だったのが、それを協議してですね、手打ちしましょうじゃなくて、とりあえず陳情書を出しなさいというところなんで、別に手打ちにするとは言ってないです。そうですか、陳情出しなさいと出せなかったので出せなかったので結局除名になっちゃったと、はい、除名になればひょっとして小池新党につながるんじゃないかというような話がありますよね。どうでしょうね、まあ、そこら辺とかね、ちょっと興味がありますね、はい、それから安倍首相がですね
これ今日の話かな、うん、その真珠湾にですね、はい、今度は行ってですね、うん、その追悼してくるというですね、なんかおとついの夕方突然なんか、そうですね、7時の前にだから、うん、だから7時のニュースになる前にもう全部切り替えちゃって、これにそうですか、突然だったんで、あ、そうですか、だからこれはもう、うん、だから小浜さんのこの前ね広島を訪ねた、うん、まあ、その返礼的な間もあるんですよね、まあ日露会談がうまくいかなかったんだけど、うん、じゃないかという見方もありますし、あと就任してないトランプさんに会っちゃったんで、小浜さんに対する弁解というか お土産、それはやっぱりですね、はい、はい、で最後にその今週の政局ですが、これもですね、はい、うん、今回は田淵先生が欠席なんで、はい、一応の代読でね、はい、ちょっとお聞かせ願うということになりますね、はい、はい、じゃあまず最初は伊豆急行の話からいきましょうか、はい、はい、お願いします。はい、こちらですね、はい、東急グループの伊豆急行が2017年7月から観光列車ザ・ロイヤルエクスプレスというのを新たに運行する予定ですと。で、まあ、伊豆急行のものな、事業なんですけど、横浜から出て、まあ、この電車自身も東急が提供するという形で、かなり東急電鉄自身が主導的に進めている計画です。ただこれは最も大切なものは欠けているということで、まあ、その地域、それが地域性だってことで、東急に最も大切なものが欠けていなかったことがあるんでしょうか。でこのザ・ロイヤルエクスプレスのデザインは水戸岡英二さんが担当したんですけど、はいはい、水戸岡さん自身は有名、はい、七つ星で有名な斬新な、はい、ただこの人はその地域に密着した観光列車だからでデザインに地域性を反映することは特に考えないというふうに言って、うん、ね、まあ、伊豆といえば海のイメージがあるが、そもそも伊豆急線はトンネルが多く海が見える区間が少ない、うん、そのために海が見えなくても心地いい旅ができる車両という、まあ、自虐的な説明をしているようなで、下の方に水戸岡さんのデザインの電車が他にもあるんですけど、うん、はい、京丹後鉄道の丹後の海とか、うん、川澄山澄 JR 九州の電車があるんですけど、うん、はい、ほとんどザ・ロイヤルエクスプレスとデザインが非常に似ていると。すっかりました。車両の形だけは違うんですけど、この車両の形自身はこれはすでにある車両を改造してるので、この車両の形は別に水戸岡さんがデザインしたわけじゃない。なんだっけ、リゾート21ですけど、はい、ね、あれを色塗り替えてた、はい、もうモニターで見ると色の違いが分かんないですよね、はい、同じです、はい、うん、でもパッと見て、あ、これ水戸岡さんってすぐ分かります、はい、で、まあ、東急グループの地域軽視の姿勢が現れているので、まあ、ゴージャスな電車を走らせるだけで地域経済と共存する意識はないと。で、対照的なのは JR 東日本が、まあ、今年の7月から運行を開始した観光列車伊豆クレールというのがあるんですけど、うん、まあ、こちらは名前からして伊豆という地域性を打ち出していると、うん、で大きな窓に面した座席もセールスポイントにそれ観光列車らしいと、うん、でこちらは本当に白にピンク色で女性をターゲットにしていて、なかなか男性は乗るのも恥ずかしがるようなメルヘンチックな電車、それもそれでちょっとね、特急列車、まあ、だから女性女子会旅みたいなものをコンセプトにそれを東日本がイメージしてるんですか、はい、これ水戸岡さんになったっていう経緯はやっぱり七つ星のことがあったから、ね、まあ、これもこのニュース記事によると、うん、東急電鉄の野本社長が水戸岡さんしかいないって形で口説いたと、うん、あ、じゃあもう東急が最初からもう水戸岡さん直で、はい、なんかコンペをやったとか、うん、いろんな意見を集めたとかじゃなくて、もう完全に上の方のお店だということですね。はい、なるほど。それで大体世間とずれたことをやっちゃうんですね。はい、で、まあ、横浜市圧なので、うん、まあ、そんなに、まあ、伊豆クレールと比べると競争性が微妙かなってところもありますと、うん、東京から出ないので。うん、横浜から、だから神奈川県内の、どうなんでしょうね。いや、まあ、観光列車なので別に神奈川とか別に止まらないで伊豆まで行くんだけど、だから出発は横浜なんで、うん、まあ、東急沿線の方がなるべく、ね、はい、いらっしゃれるように、はい、ね、東横線沿線の皆さんとか、はい、数ヶ月前に伊豆急のリゾート21に乗ったんですけど、乗り心地がよろしくないだから電車は同じ車両だ、車両は同じなんで塗り替えてるだけなんでまだ使い回しできるからねとことん使い回す。なるほど。で、水戸岡カラーになったっていうことだけなんですね。はい、そう、だからこの正面なんてもう本当にまさにリゾート21の前だから。そうそうそう。水戸岡さんは水戸岡さんでいいね、デザインですけど、なんか
やっぱ TPO のことありますからね、はい、まあここを攻めるともうワンパターンというかネタが尽きてるかなと。まあ、JR 九州で成功されてますから、はい、もう、はい、水戸岡さん九州だけに徹した方がいいと思いますけどね。他にもいい列車はねいっぱい作ってるけど、もうあの完全に水戸岡ワールドになってるから、うん、まあ、JR 九州イコール水戸岡さんって感じでやってますからね、はい、予想であんまやんな方がいいんじゃないですかね。なんか JR 九州がなんかあのどんどん上場したからあちこちやってるかと思っちゃう、はい、これが来年ですか、はい、じゃあまたしばらくこれ導入してから20年ぐらいこれでやるんですかね、それとも途中でもやっぱり批判があったら飽きられたら塗り替えるとか、まあどうは、まあ、伊豆をとにかく盛り上げたいっていうことを一応東京は首相にも言ってる、うんうん、言ってはいるんで、まあ、観光たらこれで観光の効果が出るかって言ったらあんまり出なさそうな感じもするので、もうちょっと企画の方で上手にやるってことが大事ですね、はい、まあ、伊豆を盛り上げるためには、うん、やっぱアイディアでこの列車の色塗り替えたぐらいじゃダメでしょ。そもそも伊豆だと車でね家族旅行で行っちゃうとかが多いから、なんですよ、だからどう鉄道にね、うん、列車で行くためにはなんか、うん、いろいろお得感あるので、はい、いろんなもん盛り込まない、まあなんで食堂とかやっぱりそういうところは観光列車なんで売りにしてると、うん、ただそうすると逆に伊豆に着いてからお腹いっぱいだと確かにそうです、地域の地域貢献にならないっていう、そう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 、伊豆にお金落とさないじゃないですか。それそんなにね乗車距離長くないから、はい、しかもだからほとんどトンネルばかりで外は見えなくて、うん、中でコンサート用の車両みたいな形で多目的ホールみたいなそういう感じになってるので、車両はなんか本当にホテルが移動してるだけでホテルにいるみたいな。でもあの座り心地だしね。結構座席広くてなんか外国人観光客が多いんですよね、うん、意外と、はいはいはい、でもねなんか狭そうに座ってる気持ちな感じがする、何大柄の外国人が、うん、そうそうそう、やっぱ駅弁の中で食べるには狭いんですよね、うん、やっぱり、うん、まあ、時間が短いからね、うん、ちょっと中途半端なんだよね、東京っていうか横浜から伊豆まで、伊東じゃない、あの伊豆急下田までですね、うん、まあこれが吉と出るか京都出るかというのは、はい、なかなかこれマーケティング難しいですからね、はい、うん、そうですよね、乗り心地がいいとね、それで乗る人もいるでしょうからね、良くないんですよ。だからもう整備車両は同じだから色が塗り替わるだけです。そうあと内装、そう、前あのほらあの JR の踊り高校ってあるじゃないですか、うん、はいはいはい、あれ、あ、踊り高校だってことでね、予約してあの乗ったらですね、はい、踊り子もいろんな種類があるんですよ、ね、はいはい、新型車両もありますね、新型車両もあればですね、はい、昔の特急、うんうん、特急をね生だけ踊り子に変えてね、はいはいはい、使ってるのもあって、はいはい、たまたまそっちだったんですよ、はいはい、そうしたら乗り心地悪いよ、新のやつは、そうそう、新幹線だけ分かってないんだよなったんですけどね、そうだから本当にね、あの名前だけじゃなくて、うん、もっと乗り心地を考えてやってほしいですよね、うん、まあ、伊豆を盛り上げるってのはどうして、でもやっぱり本当に僕なんかもそうだけど、やっぱ車で行っちゃった方が楽ちんなんで、ね、だから子連れだと荷物多いからね、うん、っていう問題があるんですよね、あんまりいかないですね、うん、東京さんどう考えてるんでしょうね。まあ海は綺麗ですけどね、まあでも海が見えない、そう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 、そう駅降りてからだいぶ行ったところで綺麗なビーチが。はい、はい、はい、じゃあ次また行きましょうか、はい、はい、じゃあ次のですね、話題は、カジノ法案が衆院を追加した、はい、まずこれはあの、うん、石川さんがまず、そうですね、石川さんの方から見ましょうか、まずちょっと、はい、はい、失礼しましょうか、はい、はい、あ、ちょっと、はい、はい、ちょっと先にですね、はい、表紙を作ってまいりましてですね、まずちょっと今週の成果ということで、うん、先に紹介させていただくとですね、改正ストーカー規制法が可決成立をしましたということで、はい、あのストーカー行為の規制対象を拡大したということで、うん、あのブログとかツイッターなんかの SNS での必要なメッセージ送付なんかもあの規制行為対象になるということで、うん、あのこれはなんかアイドルの方がね、うん、あの刺されてしまったという事件がありまして、はいはい、まあ、その頃からですね、SNS の規制もしなくてはということがまあ盛り上がってきたということと、うん、あとこれ大きいのですが2つ目がですね、はい、ストーカー行為を非申告罪化すると、うん、つまり今までは申告罪だったので、うん、あの被害を受けている人がですね、うん、
申告しないとあの捜査が始まらなくてですね、罪に問えなかったということなんですけれども、これを非申告罪化したということで、わざわざですね、被害者の方が申告しなくてもですね、罪に問えるということと、あと罰則が強化されるということですね。それから3点目としては、緊急時には被害者への付きまといなどを禁じる禁止命令の手続きを簡略化するということで、本当最近のストーカーって短期間で、ね、エスカレートしてしまってっていうことになるので、手続き踏んでるとですね、間に合わないということが非常に、なんか刺された後になっちゃうとかですよね。ということになってくるので、何メートル以内に近づけないとか、ああいうことですね。そうなんですよね。だからこれして諸外国はもうこれすでに全部導入されてますよね。ということで、まあ、ようやく成立をしたんですが、以前もですね、実はこのネタはお伝えをしていたところで、はい、5月にもご紹介したと思うんですけれども、半年前ですね、公明党が中心となってですね、ストーカー規制の あり方を検討していたんですけれども、法改正案提出するということで SNS を対象にするということをお伝えしました。でここではですね、 SNS 規制、非申告罪化、加害者更生調査研究の推進などなんか盛り込まれるんだってお話をしたんですね。でやっぱりこのストーカー事案もそうなんですけれども、やっぱりこう犯罪行為のあり方って社会の変化とともに急速に変わってくるので、一旦ね、法律作っちゃったからこれで大丈夫ですよってことではなくって、やっぱり想定外の状況になるとか、あとは従来のですね、ものでは追いつかないような状況が出てくるってことがありますから、やっぱりこれ定期的に見直していくっていう方向を取っていかないとですね、厳しいのかなという感じはしますね。それからストーカーの問題でいくと、加害者の側にも結構ですね、心理学的な問題というのがかなりあって、例えば自己愛性人格障害があるとか、あと例えば母子関係がうまくいかなくって、そのあたりがですね変に投影されちゃうとか、まあ、あとは精神的なちょっと問題があるとかですね、そういうことがたくさんありまして、まあ、なんかその喪失体験があるとその穴埋めでですね、特定の人に執着しちゃうなんてことがあったりするので、やっぱりこれただ単に罰則強化をして刑罰で抑え込むっていうことだとうまくいかなくなってくるので、やっぱり刑罰のみに依存しない加害者更生支援っていうんですかね、カウンセリングなんか、そういうものもやっぱりもう少し推進していく方向でですね、今後はさらに改正をしていく必要があるのかなというふうに思いますね。あとは犯罪被害者の権利を保障するようなやっぱり加減っていう方向性は必須なのかなというふうに思います、ね、なんか今やがられそんな感じが多いですからね、犯罪被害者、そうなんですよね、加減しないとダメですか、憲法改正によらない、まあ、加減でなくても対応できるけれども、やっぱり抜本的なというか、見直しは必要でしょうね、やっぱ法律を制定するためには憲法で規定があればやりやすいってことですか。そうですね、権利としてね、特に最近だとその大学生とかの、ね、集団暴行事件なんかもね、本当にありますから、本当被害者の、ね、権利擁護っていうことを考えていかないと、まあ、いつ巻き込まれるか分かりませんからね。だから人権意識って非常になんか軽いなっていう、なんかそういう事件が大学生の中で多いなって思いますね。なんか変なジェンダーバイアスがもうかかっちゃってる男子学生が多いですね。ああ、はいはいはい、まあ、ですからね、石川久美子提言としてやっぱり犯罪被害の抑制予防っていうのは生活保障の根本なので、まあ、一層の推進というのをしていただきたいなというふうに思います、まあ、じゃあこれが半年後でやっと国会でそうですね、やっとなんか意外と早い感じしますね、まあ、だから結局問題になっていたところに事件が起きたって、まあ、そうならないと動かないってなりますよね、どうしても後追いになっちゃうから、それでもまあこれ、ね、今年中にこうやって決まってよかったですね。そうですね、これは今回できます、はい、ということで、まあ、これはちょっと公明党が頑張ったということのようですね、はい、でカジノ問題について、2ページお願いします。衆議院を通過しましたが、公明党内に反対論がありですね、ロイターには会期末までの成立不透明と書かれてしまっております。ね、衆議院の方でもですね、採決の段階で、公明党の中でもですね、
まあ、石井国交大臣は、ね、担当の管轄官庁のトップなので、はいはいはい、まあ、賛成ということなんですが、はい、まあ、井上幹事長などは反対票を投じている、うんうん、どっちかというと反対の方の方が公明党の方が多い。そうですね、やっぱり支持母体の創価学会の中では反対っていう意見が多いですからね、うん、そうですね、不思議なのは なんで、ね、こんなにね急いで演説しようとするかということですよね。だから これはもうオリンピック絡みでいろんなものをなんかやっぱアベノミクスの時で安倍さん自身がシンガポールを視察した時に、あそこはIR 成功してる事例としてなんか見てるんですけど、日本もこうやって成長戦略に取り込みたいっていうふうになんか勝手に思っちゃったみたいな。ただマカオにしてもラスベガスにしてもパチンコの燃焼に比べればヘみたいなもんで、そういうことなんですね。それでどこまでいやだからパチンコのなんか大阪維新を支援してる某パチンコ店とかがなんかやりたがってるって話だし、あ、パチンコ店がやりたがってる。そうですよ、パチンコ店の中にも業界にも潰れるところと儲かるところがあって、そうそうそう、どっちかというとメーカー的な方がはやりたがってる。だってネタが増えるわけだから機械どんどんね納入できる。まあね、そうなんですね。海外のね、うん、海外のそういったカジノ関係の業者が入ってきて、うん、それでその相当日本に投資をするだろうと、はいはい、それも狙ってるっていうね、意見もありますね。ただこれが分かんないのは、例えば韓国なんかでは、ね、うん、失敗事例もあるんで、うん、韓国の前東海社内の関温道の方で、まあ、やっぱり僻地だからっていうんで、韓国人ができるカジノを設けたんですけど、全然外国人行かないんですよ。この観光で何もないとこなんで。今回の法案自身は基本法案なんで、うん、基本法なんで具体的に何人でかっていうのよく分かってないんですけど、うん、一応自民党筋とか推進派筋の言い方としては、うん、ホテルとかと国際コンベンションセンターの中に作るってイメージを持ってるので、 IR で総合リゾートですね、はい、なんで一応そういった意味だと、さっき須田さんが言われたように、うん、外国、まあ、そういう大手ホテルとかが、うん、まあ、投資するっていうようなそういうイメージなんだけど、うん、実際どういうものができるかは全然分かんなくて、うん、そうそう、パチンコ屋みたいのが、そういう賭場みたいのができるのもあり、実際賭場みたいなもんで、その日本人相手に小銭もやるようなところかもしれないし、今の時代で賛成反対って、なかなか本当は言いにくいようなところは、うん、でも悪いことになる可能性があるんだったら、今の時点で反対じゃないですか、まあ、やっぱり。ネガティブなこと、ちゃんと大丈夫ですよっていうのが出てないと、やっぱ賛成しようじゃないですか。はいはい、だから韓国の事例だとカジノを作ったんだけれど、うん、結局周辺環境が非常によろしくなくなってしまって破産してなんかゾンビのように、そうそうそうなんですよ。でなんかサラ金みたいなのがいっぱいできちゃったみたいなのがあって周辺住民がですね、引っ越してしまって、うん、ゴーストタウン化しつつあるところだったりとかですね、地域振興ならないですね。ならないんですよね、まあ、だからその結局その IR 推進法案の衆院本会議では、うん、自民党と維新の会などの賛成多数で可決をしたんですが、うん、まあ、民進自由社民の3党が退席して、はい、共産党は反対票を投じ、ね、で公明党は自主投票で賛否が分かれたということで、うん、公明党内にも反対論があるということなんですけれども、結局公明党内の反対論を払拭するようなきちんとした案が出てきていないとかいうところが問題 で、うん、でね、なんか般若心経を唱えちゃう人がいたりとか、般若心経を、ね、唱えちゃったらそれは公明党はますますね態度を硬化させる。それはちょっと違う、ね、般若心経じゃないからね。ギャンブル依存症問題の対策がとか聞かれて般若心経を唱えて心の安定をとか、あと文学を学び心の精神の安定をみたいなことを言い出す人がいてですね、公明党方は般若心経だってちょっと安定しますよね、法華経にしとかないとダメだろうみたいな気がするんですけれども、お題目が違います、ちょっとね、なんですかねっていう感じではあるんですけど、まあ、結局のところ、うん、この中身がそんな詰められていなくてですね、うん、まあ、それはまあゼネコンはねカジノを作るってなると喜ぶと思うんですけれども、うんうん、結局のところそのカジノによって例えば税収を確保できるかどうかっていうところもきちんと制度設計ができていないわけだし、うん、
一回作ってそれは建築業界は儲かるけど、その後にそれこそアベノミクスと一緒でですね、うん、一般庶民に果実は回ってくるのかというですね、うん、あの難しい問題があるんですね。でこの番組でも以前お話をした通り、ちょっと3月の読売新聞の記事を抜粋持ってきましたけれど、はい、あの結局オリンピックに今からの法案通して間に合わないよということで、うん、あのカジノ特命チームの業務が一旦凍結されたということがあったんですけれども、うん、実はこのカジノ法案に関してですね、衆議院法制局の法案事前審査でカジノ設置区域の選定基準とか評価要素を盛り込むよう要求されているんですが、うん、あの全然その改善がなされていないんですね。あの結局カジノとして、うん、あのどういう基準で作るのかっていう国の規定がないまま推進していくとですね、うんうん、これ不透明な選考過程で、が起きるというのは目に見えているところで、はいはい、まあ、それこそいろんな人のお友達のところに受注させるみたいなことになったら困るわけですよ。でそこに公金が支出されていって、うん、癒着とか利権の温床になりかねないわけですし、うん、そうなってくると例えばこれ住民訴訟とか起こされた場合にですね、自治体が負けるっていうことにもなりかねないわけですよね、うん、それからまあ当然あのギャンブル依存症対策というのは、はい、あの非常にあの不十分でありまして、うん、これもですね反対の多いところ、うん、まあ、それからあとマネーロンダリングの対策なんかも不十分で、あ、まあ、結局あのその辺のですねお金の流れの透明性をいかに確保して税収につなげるかっていう制度設計が全くなされていないので、うん、まあ、これ見切り発車するってちょっと危険なんじゃないのかな、うん、ということですね、はい。でそれからそもそもカジノというと欧米の方はですねわざわざ日本には来ないわけで、そうですねで中国人観光客を見越しているわけですが、で彼らもあの大半はマカオに行ってしまったりするわけで、うん、なんか習近平がなんかあのどっちかというと好ましくないっていう、で行かなくなりつつある方向ですね、うん、でまあ、裏金作りがしにくいような、ね、体制に中国の方でなってしまったのであのうまみがない、その流用してカジノにみたいなですね、あの中国人観光客っていうのはなかなか見込めないんじゃないのかなと、うん、で中国人観光客自体もですね、日本に来る観光客もなんかすでにあのお買い物に関してはあの減少して はいはい、いるわけですから、まあ、今から慌てて作ってコスト回収できるのかなというのはかなり疑問ではありますよね、うん、結局あの作れば儲かるってもんじゃなくて、うん、もうすでにあるラスベガスであるとかマカオだとか、まあ、いろんなところにあるところと競争になっちゃうわけだから、あのなんで一応政府側の推進側の言い分としては、うん、国際会議場とかの誘致した際に、うんうん、国際会議場国際会議とかシンポジウムとかに来た客が、うんうんうん、ちょっと遊んでもらうと、その程度、その、だからそんな大きな設備投資とかって話じゃなくて、だからその国際会議場を作って、そこに、だから今ホテルの1階にゲーセンがあるような感じに、ところにルーレットかをやると。いやでもね、国際会議で研究者が学会で行って、ね、あのいや企業の IT 企業とかのなんかだからセールスフォースだとかマイクロソフトだとかそういうところが IT 業界のとかラスベガスでやったりするんですよ。でもこれ成長戦略っていうほどのもんにはならないですね。まあ、だから成長戦略っていうからには安定的な税収を確保できるような仕組みがないと成長戦略にはいかないわけで、パチンコ課税するようにした方がよっぽどなんか、そうなんですね。まあ、だからやっぱりギャンブル税っていうことをトータルで考えていかないと税収にはつながらなくって、成長戦略に組み込むにはちょっとかなりリスキーで、それ自体がギャンブルですかみたいな話になってくるわけですよこれやるかやらないかのギャンブルになっちゃうので、ね、そうそうそう、だから拙速な数のうちには石川久美子というのとして反対ですし、やっぱりギャンブル税をですね、あの公営競技パチンコを含むですねギャンブル税を創設して、でやっぱりそのあのギャンブル税のうちの一部をやっぱり依存症対策に回すべきなんだろうというふうに思うんですよね。まあ、特に公明党さんだと議員さんの依存症対策でかなりですね、あの熱心にやっていらっしゃる方多くて、あのよく私もですね依存症関係 の介護なんかに行くとあのいらっしゃってるなっていうのでご挨拶するんですけれども、で、あと気になるのがですね、このカジノやりたがってるのが、まあ、大阪とか横浜のですね、なんかネオリベ系のところが非常に多くてですね、
でそんなこんなしている時にですね、なんと小池塾の出てきまして、小池塾に金返せの声、講師に竹中平蔵氏の時代錯誤という記事が出てしまいまして、抗議する人がいないんですかね。で小池さんと竹中さんは小泉政権の閣僚同士で今も連絡を取り合う仲だということがですね、塾関係者の方のコメントで出てました。で現代の方もですね、世界の潮流は反新自由主義だ、今更竹中平蔵のセンスを疑うと書かれていましてですね、これは、まあ、現代が書いているあれなんですね。いやね、今更竹中さんより何を学ぶのかな。いや、第2回が上山真一さんなんで、うん、路線としては十分予想はできる話で、そんなに変な話で、でもなんかその高い金払って竹中平蔵の話聞くっていう話もあるんで、ただやっぱ旬な人呼ばなきゃ、まあただやっぱり内田利権とか怒ってる人、一番小池さんに賛同してる理由っていうのはやっぱり内田さんとかのそういう古い土建国家、土建利権に対する不安反発なんで、まあ実際なんだか小泉だって、小泉さんの小泉時代に公共事業ってかなり減ったんですよ、ものすごい減らしたことは実際で、だからやっぱりそういうああいう古い自民党のドン的なものに戦うには、その新自由主義の小さな政府理論っていうのは未だ役に立つっていうか、日本はまだその新自由主義が行き継ぐとダメなのは分かるんですけど、そこまで広がったのはあの竹中路線の結果じゃないですか。もう、まあ、ただそれよりもっと古い昭和の亡霊がまだ残ってる時代で、まず昭和の亡霊をなんとかしないといかんっていうぐらいなところ、どうなんでしょうね。まあだからカジノ推進の小池さんの正体はネオリベなのかなというのがちょっとここから透けて見えるんです。ただカジノに関してはむしろだから大阪だったり横浜が手を挙げてるので、東京に慎重な感じなんですね、小池さんは今回この件については、まあ、動けてないってとこ、ただマスジが潰れたのは、うん、むしろカジノ利権側に潰されたっていう説もあったぐらいなんだけど、それもありますね。ただそれにしてはなんでここで自民党は急にカジノをご利用してきたのも、小池さんになったからチャンスって思ったのかなと思いきや、小池さんがただやっぱり大阪横浜が手を挙げてる状態で、東京はちょっと一安心ってところが、だって沖縄だって尾長さんに変わったことで、沖縄もなんかあの、うん、離島振興のこともあって、うん、あの誘致しようとしてたけど、うん、もう今、うん、あとだから誘致して長崎でハウステンボスでやるとか言っていたり、あとは苫小牧とかの辺もね、苫小牧で誘致してますよ。観光で行かないとこで観光で行かないし国際会議で、まあ一応あの近いですけど、空港には新千歳からちょっと行けば苫小牧で、あと東京は豊洲使用予定地をウルトラシーでカジノにするっていうのがまだ残ってるけど、今のところ小池さん肯定票出したんで、むしろ安全宣言して移転する方が本命だって感じはしますけどね。違う用途には使わないっていうところなんですね。まあ、だからと言いつつですね、結局だからあれですよね、ネオリベ的なのでそういう利権構造をって言うんだけど、結局小泉竹中改革でどこが儲かったかっていうと、その儲かったところの一つに竹中さん会長になっていたりするので、はい、結局壊すと言いつつなんか利権の付け替えみたいになっちゃってるのが ね結局ありますから、壊して違う利権が、そこはちょっとそうならないように監視をしていかなければいけないなという感じがしますよね。まあ、今回のなんか拙速ぶりはなんともね、自民党としてはどうなんでしょうね、うん、大阪の維新との絆を考えてるんですかね。維新は大喜びですね、これ。そうですよね。自民党はまあ、自民党の全体としてどうなんですか、これ問題視してるってあんまりいないですよね。よく分かってない人もあるんでしょうけど、そうでしょうね。まあ、菅さんとかやりたかってますもんね、まあまあ、横浜ですからね、神奈川県の自民党はもう皆さん、こういうの推進大好きですからね。ということで、ちょっと最近また話題になっているギャンブル依存症問題が、あの次のページお願いします、うん、はい、これあの以前もですねご紹介した、グラフなんですが、実は日本は非常に依存症患者が多いというですね、データが出ていまして、はい、2014年のですねこれ厚労省の研究班がですね、報告書を作成したんですけれども、あのその結果上の段見てご覧ください、はい、成人の依存症に関する全国調査の結果で、成人人口に占める割合パーセンテージを示したものなんですが、ギャンブル依存症人口というものがですね、推定400男性438万人、そんなにいるんですか、はい、すごいね、
で成人人口の 8.7%、そんないるんだ、はい、で女性が、98万人成人人口の 1.8%、 両方足して536万人成人人口の 4.8% と、まあ、推計されているということなんですね。これはパチンコとかが多いってことですね。パチンコ非常に多いですね。公営ギャンブル、パチンコとか公営ギャンブルですね。でパチンコ自体は、うん、パチンコ人口は減っているんですけれども、うん、やっぱりギャンブル依存症でパチンコをやる人の率というのは、だからパチンコをやる人の中での依存症の人の率が非常に上がってきているという、うん、ですからパチンコを含むギャンブル依存症は非常に増えているし、うん、深刻化しているっていうのがですね、うん、私も現場のですね施設なんかで見ていて思うところですね。これやっぱり病気として捉えてちゃんとケアするってことがなされてないから。そうですね。ちなみにこの数字は補足率はかなり自覚のない依存症とか、捕まえてない依存症っていうのも結構いるはずなんですけど、どのぐらい確からしい、確かなもの。これはだからアンケート項目で数値化していって何点以上だと怪しいねっていうのを本人が自覚なくてもそうですそうですカウントされてるっていうんですね。まあ、だから依存症自体が否認の病と言われていて、うん、自分は病気じゃないとか、うん、ハマってるけどコントロールできてるとか一生懸命思い込んでですね否定をするという、まあ、飛鳥さんみたいなもんですよね。あそうそうそう自分は正常なんだけれどもなんか犯罪組織に狙われてそうそう盗聴されてるっていう話ですから、自覚がないのが依存症の深刻さというような感じもありますね。でアルコール依存もですね、日本多くてですね、男性95万人の、成人人口の 1.5%、 女性14万人で成人人口の 0.3%、 合わせて、成人人口の 1.0%、 男女合わせて109万人と、言われている。IT 依存の傾向がある人というのは、これちょっと私たち皆さん、危ないなというところですけどね。これちょっと耳が痛いかも。はい。IT 依存の傾向がある人というのが、男性229万人、成人人口の 4.5%、女性192万人、成人人口の 3.5%、トータル、421万人、成人人口の 4.0% と言われているんですね。まあ、ですからこれ非常にですね、数多いんですよ、うん、なんか依存症っていうとハリウッドスターとかなんか大リーグの選手とかが海外セレブがですね、うん、依存症になってちょっと豪華な治療施設に入ってきましたみたいなイメージがあるんですけど、はいはい、実はそうじゃないという、うん、もう身近なところにいた。そうですね。でまあ本人も家族もやっぱり周りにバレないように隠そうとするので、見えにくいと、実態が見えにくいということですね。まあ、ですから結構社会問題、離婚とか DV とか児童虐待とかですね、から飲酒運転とか、あとパチンコ屋さんの駐車場に子供置き去りとかですね、よくありましたね。あとは借金の問題とか、情報流出なんかもですね、ギャンブル依存症で借金が非常に増えて、それをなんとかしようと思ってデータを売ってしまうみたいなケースが非常に多くてですね、まあ社会問題の陰に依存症あるみたいな状況になっていますね。で日本の依存症者の特徴としてはですね、実はこの表に見ても分かる通り、ギャンブル依存症者が非常に多いという特徴があります。これ諸外国と比べても非常に特異なことでありまして、うん、これ新聞赤旗のですね、はい、記事に、出ていました。ですね、オーストラリア、有病率、ギャンブル依存症の有病率、男性 2.4%、 女性 1.7%、 カナダ、男女問わずですね、トータルで見て 0.9%、 フランス 1.24%、香港なんていうとなんか依存症者多そうな気もするんですが、マコ近しいというイメージがあるんですが 1.8%、 でニュージーランド 0.8%、 でそして先ほど来話題になっている韓国 0.8%、 でスウェーデン 0.6%、 スイス 0.5%、 でアメリカルイジアナ州の調査ですが 1.58%、 で日本はというとですね、2008年の調査で男性 9.6%、 女性 1.6%、 すごいギャンブル依存症率が高いんですよ。してますね。そうなんですよ。で2013年のデータですと若干下がるんですが、うん、男性 8.8%、うん、で女性は微増で 1.8% ということになっていて、
て、まあ、最近のパチンコ屋さんって私も入らないんですが、話を聞いた、聞くところによると、なんか禁煙だったりとかして女性も入りやすいですね。ああ、はいはいはい。とかもうターゲットを女性にしてるから。まあ、なるほど。パチンコの方が変わってきて、女性の依存症の方が増えてる。あとやっぱりパチンコも、なんかパチンコとかギャンブル依存症っていうと、こうなんか競馬新聞片手にコップ酒と赤い鉛筆のおじさんみたいなイメージあるんですが、あの実際にですね、あの治療施設なんかで、いろいろとあのヒアリングなんかをしていくと、若い人がすごく多いですね。あの普通に見える方がなんか依存症になってるっていう。若くて、ね、結構大学生なんかも多くてですね、やっぱりこの始めた年齢が早ければ早いほど深刻化しますし、あの学業にも差し障りが出て大学を中退するなんていうことになったりとか、あと仕事が続かないとか、まあ、借金を背負ってしまう、自己破産をするとか、ね、これパチンコがやっぱ圧倒的に多いんですかね。入り口がすごく多いです ね、パチンコきっかけで、あと他の公営ギャンブルいろいろって感じに、他の国はそのギャンブルそのものがないとか、パチンコがなくて、結局あんなに住宅街に近いところに行って、手軽にあのフラッと立ち寄れるみたいな、あのギャンブル施設がないんですよね。ないですよ、香港なんかでもないですからね、やるとこ。で、韓国はパチンコ禁止されてますから、はい、そうですね。あの逆にあの韓国のパチンコ依存症者は日本にパチンコしに来るみたいな状況があったりするんですよね。まあ、あの花札で家計やったりとかしますけどね、韓国なんかは。だから公営のギャンブルとか、あとパチンコみたいなものがないっていうのが、やっぱ諸外国が少ないっていう。そうですね、だからそういう環境にあるかどうかって結構大きいんですね。うん、ただ日本はあのそういう依存症の人も、依存症という病気なのにもかかわらず、そうじゃなくてずっとほたらかしして捕捉できてないっていうことがあったから、ね、この数がずっと増えたままで、やっぱり予防教育も全然なっていないので、みんな知識がない。はいはい、パチンコだって本当に駅前に行けばね、いやもあるし、そうだって、それからたって100円あればね、うん、まあまあ、100円ができますからね、うん、1円パチンコとかあるんですよ、ね、あるんですよ、そう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 。あとなんか最近聞いた事例だと、うん、あの何でしょうね、デイサービスとかにパチンコが、ああまあまあ、そうそう、デイサービス、ね、そうそう、そうすればあのお年寄りも喜ぶっていうのがあって、でやっぱりそこでハマっちゃって、でもう順番変わらなくてトラブルとかもあるんですよね。あとあの定年退職してやることがなくって、うん、あの本当に少額で始められるのでパチンコ屋さんに入り浸っていって、うん、退職金を切り崩してみたいなパターンも増えてますね。ちなみに自分で台を買って、うん、自分でただ単に打って遊ぶ分には、むしろボケ防止になるんじゃ。いや、それはならないとか、やらない方がいいんで、他のことやってあの人となんかのコミュニケーションするようにやった方が機会とならない。まあだからデイサービスでパチンコっていうと、結局そこにあの介護保険が投入されてるわけで、いいのかそれでっていうのは、あの非常に現場の方から言われてますね。まあパチンコ自体もともとね、賭博法で引っかかる賭博なのかどうかって、ずっとあの法律学者の見解分かれるところ で、ね、だってあれなんかお金に変わんなければ誰もやらないわけじゃない。全部あのチョコレートとか、ね、あのライターの石に変わるだけでそれで終わりってことないけど、なぜか近くにあの全然別な買取屋さんがあるっていうね、どう見たってあれはあかんでしょうと僕は思うんですけどね。まあ、ですからやっぱりきちんとそこから税収を補足して、うん、はい、あのしていって、なおかつそれを財源に依存症対策をするっていう仕組みを作っていかないと、これカジノ問題と切り離しても非常にあのパチンコ公営ギャンブルもですね、うん、あの深刻な問題になっていますので、はい、まあ、これは対策をしていかなければいけないということになりますね。だってこういうのほったらかしの状態で今度カジノ法案ですからね、まあ、ただそれが難しいところで、別に今カジノ法案に反対することがパチンコ被害を減らすことにつくつながらないじゃないですか、うん、ただそれをちゃんと議論した上で、あの、まあ、予防策を講じた上で導入したらどうなるか。カジノやカジノをカジノって推進してる人のイメージがするカジノっていうのは、それこそ1万円からかけると何万円からかけるとかって形なんで、パチンコやってる人とは全然客層が違うんだって一応言ってんですよ。でも例えばマクマなんか言っても、もうあのそれこそ2ドルからスタートできるスロットマシーンとかあるんですけど、あんなのもハマるんですよ皆さん。そうで、僕の友人でもなんかね、年に数回行くんですけど、1回やっぱりスロットマシーンで500万とか出たことあって、そうするともうね、
勝った時の思い出がずっと、ね、残るんで、いつかまたっていうんで、そんなのやってみたいですけどね。脳内麻薬でしょ。もう出まくりですよ。アドレナリンが。なんか日本もパークみたくね、パチンコ禁止とかできればいいんですけどね。まあそこ難しい。はい、あれ利権になってますからね。警察利権で。警察事件とあと、ね、北朝鮮との絡みがあるでしょ。結構資金が北朝鮮であるんですよ、はい、なんかそれ言われてますね。それも建てる、ね、それも禁止すれば建てることができますので、ね、はい、ギャンブル依存症も相当減るでしょうしね、それで、まあ、おかげでね、あの関連の業界はずっと潤ったままですからね。メーカーでもあのパチンコ台を作ってるところはすごいですからね。でも一時と比べるとだいぶパチンコのブームって去ってきて、結構パチンコ屋さんが潰れてるってもありますよ。いやだからあれはもう競争で潰れてるのは少子化で市場なんで、ハマってる人はやっぱハマってるし、やっぱパチンコ屋の周り行列作ったりとか、だから20兆円産業っていうのは変わってないんです。あれが縮小どんどんしてるってわけでもないんで。そうですパチンコ以外に関心がいってるっていうわけでは残念ながら。でまあ、それもポケモン GO とかやればパチンコやらなくなったとか、そんなことないですね。ポケモン GO が違うんですよ。パズドラやってる、パズドラにハマって、パズドラ課金にハマっちゃってとか、あパチンコをやる暇がなくなったとか。ね、そうそうそう、あちょっとね、ハマる。あの、スマホのゲームもやばいですけどね。まあ、パチンコはあのお金になるからみんななんかやっちゃうっていう、まあ、それはそもそもギャンブルですけどね。まあだからね、あれで100歩譲ってすごい大当たりをしても、なんかチョコレートの山しかもらえなかったらそこまでハマらないでしょうね、思うんですけどね。あれがまた何十万とかなるから、ちょっと今日だからよくパチンコ行く人が今日あのお金下ろしてくるよとか言って、うん、あまた貯金しちゃったっていう人もいるんでね。で負けたら負けたでまた取り返せるとかね。そうずっと取り返せるっていうのが頭の片隅あって、でもパズドラの世界とかだったら、うん、その仮想上のアイテムだけでものすごくかけたりとか、あれもちょっとあれもちょっとハマりやすい。もう際限なくあのお金あれ使っちゃう人は使っちゃうしね。いやとかね、そういった防止する仕組みがねなんかね。まあ、まあでも彼の問題はもちろんあの解禁するにあたってはやっぱり議論ちゃんと尽くして分かった上で、諸外国でどういうことを諸問題になってるかで、やったからって別にそれが成長戦略に必ずしもつながらないんだっていう前提でやる分だったらいいんですけどね。だから本当にもう強行採決とかね、だから賛成してる議員も、まあもちろん反対してる議員の方もそうですけど、よく分からないまま賛成とか反対してる状況なんでね、これはもうちょっと時間な、何も今年よりこれ可決しなきゃいけないことじゃない。どうせ東京オリンピック間に合いますか。間に合います。無理です。まず先々、うん。それでね、あのまあ日本人であのビップな方がね、あのなんかマカオだとかシンガポールで吸っちゃうの、うん、あれはちょっともったいないなと思っちゃうんで、日本国内で吸ってください。ね、あのティッシュペーパーの温存紙とかいましたね。ね、ビップでもあんないいかもですよ、本当に。でも芸能人でもね。ラスベガス行って、そうです、何千万人、まあ、政治家でもあのもうお亡くなりになったあの千葉県選出の木更津のなんか方もなんか吸って、それで、ね、お金でやだこだやりましたけどね。だ問題なのはやっぱそういう王子製紙の御曹司とかは、うん、あそこで吸っちゃって踏み倒せない、それ踏み倒したら命が危ないっていうのがあるから、うん、あのマカオにしてラスベガスに成り立ってるので、うん、日本でももしそういう外国人の金持ち相手にやるとすると、うん、踏み倒したら殺されるぐらいの、うん、そういう闇の強制力がないとできないってことで。でもそれをやるということはですね、だから暴力団社会勢力が出張ってくる必然だから、だからカジノの一つの問題はまた そこがただそれないと外国の金持ちなんかは簡単に踏み倒しちゃうんで、負けてら、うん、そうですね、もう負けてドローンでね、うん、あれも、うん、でも結局あのなんだっけ、金持ちビップな方が応存するのはあのバカラとかなんかタイ、はい、もうそれでお金を借りてやったりだとか、うん、後で請求が回ってこさせるようにして、で大変なことになるので、うん、で徹底的に取り立てきますからね、はい、だって関西であの例えばなんだっけ高校野球の賭博なんかでも、うん、あれちゃんと暴力団が取り立てするから皆さんちゃんとお支払いしてるんでね、はいはい、まあそうですね、そうだから公務員とかやっちゃうと、うん、それこそ庶民、日本人の庶民から取り立てるけど、うん、金持ちには取り立てないって話になっちゃう。確かに、まあ、だからそうやってくると反社会勢力がそこで、ね、うん、出張ってきて、まるでマネーロンダリングの承認っていうのがもう素人目にも見えちゃうよ、うんうん、
とこですからね。そうそう、少しぐらい税収がアップしたってね、言ってもいいですよね、それね。まあ、確か僕もなんかいろいろ外国行った時にホテルにあのそのなんてルーレットとかカジノがあるところに一応顔出して、はい、でルーレットは毎回に赤だけかけるってやってるとね、はい、で負けた時は次2倍ってやると大体10回か15回ぐらいまで必ず勝てるんですよ、うん、そうするとね今度ねあのディーラーがチェンジしてなんかねこわもての方がエジプトのカイロでやった時にあの美人のお姉さんだったけどそのお姉さんに僕勝っちゃったもんだからなんかちょっと強そうなの来たからいやもうそうそうやめとこうと思って100ドルぐらい儲けたところでやめて、うん、まあまあね、まあまあ、あのいろいろねあの見えないところのこの闇、そうですね、そう闇取り立てもありますからね、そうですよね、取り立ての問題もそうだし、うん、さっきのねマネードロンドンの問題がやっぱり闇の勢力が ね、そこで暗躍するような形になるんで、それでマネーロンダムしてるのパナマ文書でっていう話になっちゃいますからね、うん、それを考えるとね、ちょっとその急いで決める必要ないのかなと思うんですけどね。そうですよね。うん、まあ、決まっちゃったらまた大阪あたりできちゃうのかなと思って。え、衆議院をあの本会議を通過したってことは、うん、次参議院、もう参議院ですね。もしも否決されたとしても自動的にいっちゃいます？いや、参議院だと、いや、否決されたら3分の2の、そうそうそう、あ、そうか、まあ、今、3分の2ありますけどね、ありますよね、はい、公明党、ただ、今のは基本、あくまで基本法なんで、これができたからって、うん、すぐカジノをじゃあ作ろうとはまだならない、うんうん、もうちょっと先になっちゃうから、うんうん、ただ、法整備がこれできるんで、うん、今ではだめでしたからね、賭博罪とかも、そうそうそう、変えなきゃいけない、そう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 、うん、まあ、一応、今の感じだと、うん、まあ成立しそうだなという感じでしょうかね、うん、だからちょっと地固めの状態になってますね、まあやりたいところいっぱいありますからね、問題ですよね、大阪は万博も呼びたいしなんかいろいろやりたいこといっぱいあるから、うん、なんかもうちょっと地に足つけてくれないとだから大阪ダメなんだろうって思うんですけどね、またそれで散財しちゃってめっちゃかめっちゃかね、はい、なんか、石川さんまだ他にも取材のことありましたよね、そうですね、あとはいやもう少し後でも、はい、ローカルネタなので、はい、で今度はイタリア首相辞任、なんかイギリスの EU 離脱と同じような、なんか自爆テロってことですね、いや私びっくりしたのはね、この辞任のニュースがですね、はい、NHK の速報で出たんです、いやこれ大事なことです、そうです、速報ってなんか音がして、うん、チャイムがしてね、うん、で上画面の上の方に辞任しましたと、うん、出てですね、うん、でその後今度はなんかバラエティ番組なんか一旦中断して、うん、でニュースですということでね、うん、3分やってまた分かりました、うん、今月大きな選挙っていうのはオーストリアの大統領選挙と、うん、あとイタリアのこの会見の国民投票、うん、この2つがやっぱりEU のなんか行方を占うってことで大事なことだ、まあ、あと株とか為替やってる人にとっては、うん、まあ、市場が影響するだろうと、そうやっぱこれ実際円がだからブレキジットと同じぐらいに、うん、その経済のやってる人の、その相場やってる人にとってはブレキジットと同じような形で見られていた、うん、イタリアショックとはって言われて、だからレンチ首相もやっぱり指導力を高めるために下院の権限を強めて、それでいろんなことをもっとスピーディーに決めたいっていうのがあって、うん、憲法を改正して一気にやろうと思ったらもうこれに、うん、思いっきりブレーキかけられちゃったんですよね。で、その反対派っていうとですね、その勢力の一番メインが五つ星運動、うん、はい、そうですね、政党なんですね。で、今ローマの美人市長さんもね、五つ星から出たんで、なんか流れ的にはやっぱり反 EU っていうのが、うんうんうん、で五つ星運動って海賊党と考えたら割と近いところもあるっていうことですね、うん、そうですね、五つ星運動はその液体民主主義制を取ってましたね、はいはい、その直接民主制と皆さんのネットで、うん、インターネットで意見を集めて、はい、それで、多数決で決めるという、はい、そういった方式なんですよ、はい、だからそういった液体民主主義的な政党ってことでは海賊と近いですよね、うん、ただびっくりしたのはその新聞なんかを見てもね、はい、みんなその五つ星運動のことをですね、ポピュリズムの政党だと、うん、まあそういう書き方をね、してるんです、大衆に迎合してるね、うん、そういった政党の反対で、うん、今回は国民投票が冷やされたというような書き方をしてるんですけども、実際五つ星運動は大衆ポピュリズムの部分もあるんじゃないですか、うん、まあある、うん、ただでもそれ言うと直接民主主義とね、うんうん、ちょっとポピュリズムというのは、まあ、だって いやそこは一応親和性があるとは言われては、そうそうそう、だってポピュリズムってやっぱり直接民主制で、うん、そうですよね、ね、やっぱそこ
まあだからイギリスと違ってイタリアって EU の創設メンバー6カ国のうちの一つなので、 その国でそこだけ反、そこまで反 EU っていうことが高まってくるっていうと、これは非常に由々しき事態なんですよね。だからこれの影響で他の国もやっぱりまあ、右派であるとか反 EU を掲げる政党が躍進することが予想されるんで、まあ、来年選挙のあるドイツのメルケルさんなんていうのはもう移民の問題は少しトーンダウンせざるを得なくなっちゃったんで、だから今までと同じようにはやりませんよっていうのも表明してるわけなんでね。で来年あとフランスだってまあ、国民戦線のルペンさんがもう最後一騎打ちで選挙になるとやっぱりポピュリズムの方が勝っちゃう可能性が出てきますからね。だからブリクジットとそれからトランプ現象っていうのが今度EU の本体の方にどんどん波及していくっていう可能性あるんで、これはやっぱその一つになっちゃってるんで ね、まあ、だから五つ星運動、基本的にそのイタリアが EU から主権を取り戻すっていうことを要求していて、はいはい、でユーロ離脱に関するユーロですね、国民投票の実施をしろと要求してるんですよね。もう完全にブレクジットと同じような、イタリア抜けたらやっぱ大きいと思いますよ、EU もユーロも。そうなんですね。イタリア抜けてね。で、投票結果もかなり首都圏と田舎でかなり色を分けたんで、そろそろアメリカの赤い州と青い州みたいな感じで、だからそういった意味でトランプ現象と並行して語る、メディアが語るのは、まあそういう共通点はあることはあります。やっぱりEU とかで恩恵受けてる大都市と、やっぱりそうじゃない田舎って、もうまさにトランプ大統領と同じで。結局イタリアもなんか2008年以降非常に経済成長ダウンしていて、特に若年層の失業率が 40% ぐらいあるので、そうなんですよ。その不満が全部 EU バッシングに行ってしまったと。あと、もともと南北格差が激しいところなんで、やっぱ北部の工業地帯、経済都市の多いミラノとかトリノとか、ああいうところの方がやっぱり恩恵受けてるんで、そうするとやっぱ不満がやっぱり南部、あと若年層にどんどん行くから、まあ、これもね、ベルルスコーニ時代にいろいろやってきたもんだから、あの人もね、新自由主義でずっとやってきましたからね、まあ、レンチ首相もこれで形勢逆転して、一気に指導力をと思って、まあ、これもワクチン失敗したような感じですね、イギリスのキャメロンさんと同じで。でイタリアっていうとやっぱり日本と一緒で、戦後は短命政権がずっと続いていて、不安定だったので、そこで憲法改正して、長期政権を築けるようにということで、今回こういう話を持ち出したところですね、またそれで進退をかけるなんて言っちゃったもんね。そうなんです。だからキャメロンさんと同じ失敗をやっちゃったんですよ。そうするともうなんかここぞばかりに反対派が喜びさんで、そうですよね、これはもう五つ星運動も勢いづきますよ。まあでもね、そのいわゆるその民意の反映という意味ではね、確かにそのね、五つ星運動みたいな運動は、そのイタリアだけじゃなくて、他はどこにも広がっていくと思いますし、まあ、そういったいわゆるその新自由主義に対抗して、あるいはグローバリズムに、ね、対抗した、もっとその新しいね、その民主主義を尊重した政党に変わっていくというのは決して悪いことはないと思うんですよね。だから新自由主義に対抗するのが社会民主主義とかじゃなくて、こういう大衆迎合主義ってポピュリズムであるってことは、結局これを支持している人たちのためにならないような政策をやる可能性があるんで、だからヒトラーを熱狂的に支持した人が結局誰も望まないような結論に達したと、あれと同じようなことになるんじゃないかっていう。そうですね、そういった心配は確かにありますよね。そうです、まあ、だからそれで EU を離脱した後の、結局青写真が描けていないのに、EU を離脱すれば、なんか経済も回復するみたいな、すごい幻想を振りまくっていうのは、ちょっとこれはまた反動が怖いですよね。そうです。だってイギリスも実際まさかの離脱決定で入れるんじゃなかったって後悔してる人も出てるぐらいですからね。まあ、ただ来年にかけてはね、EU 各国で選挙が続きますから、イタリアも来春かな、そう総選挙の可能性が出てきて、ここで首相選び直し、来年だからイタリアの G7 の議長国だ。いやだから議長誰なのか分かんない。どこになるんでしょうかね。でこういうことがなんか EU 国内で揉めたいだとかね、あちこちでポピュリズムが台頭すると、プーチンさんとかは喜ぶじゃないですか。あ、なるほどね。そうです
ね。だから EU の内部も相当混沌としてきてると、まあ、来年正念場ですね。そうですよね。イタリアがこうなった以上、ドイツとかフランスがどうなるかっていうのはかなり、もうドイツフランスで右派大統領になれば、まあ、EU は崩壊の方になっちゃうんじゃないかっていうんで、ただオーストリアなんかはやっぱりああいう極右っていうのはあんまりそんなには好まれないような同情のある国なんで、やっぱりナチスのことがあるんで、だからやっぱり右派はやっぱり嫌だっていうので最後ブレーキがかかったっていうのはあるんですけど、他の国は必ずしもそうじゃないですから、フランスやあとオランダ、それからドイツなんかがどうなるかっていう、オーストリアは右派っていうと難しくて、その愛国、オーストリア愛国主義とドイツ主義とがあるんで、なかなか右派がまとまらないところはあるんです。ドイツ主義は同じね、ドイツ語喋る者同士だからっていうね、でドイツとは一線を画すっていうね、はい、オーストリアに対する愛国主義ってまた別ですからね。ちょっと話変えるかもしれませんが、はい、オーストラリアの方はね、はい、なんかその元緑の党の党首の方が、はい、今度あれですよね、大統領の方に決まったんですよね、ということでオーストラリアはちょっと一線を画してるのかなという気がしないでございますけどね、オーストラリアと左派左派的な、はいはい、あ、この間オーストリアじゃなくてオーストリア、あ、そうですか、ええ、この間オーストリアの大統領も緑の党っていう、あ、オーストリアですよ、ね、そうそう、今ごちゃごちゃ、いや、オーストラリアには別に緑の党なんて全然オーストリアです、ですだから今回右派と、それから緑の党などが支援する、今回当選、そうです、失礼しました、だから、まあ、左派系、まあ、緑の党左派かどうかわかりませんけど、そこと今回多少右派って言われてる、まあ、日本人の右派左派とちょっと違う事情もあるのかもしれないですけど、そういう対決にはなってたんで、分かりやすい図式ではあったんですけど、それで右派の方がちょっと有利だっていうような報道がずっと流れてたんで、やっぱ国民の方でブレーキが多少引いたっていう土壇場になって、でも 3% か 4% ぐらいの差なんで、これは次何かあった時にまたひっくり返る土壌はずっと残ってるんで、だこういうこともあるんで、やっぱ他の国もやっぱり警戒はしてるんで、だからその要するに緑の党もね、はい、いわゆるそのグローバリズムはどちらかというと反対のね、はいはい、党なんで、はい、やっぱりそのグローバリズム反対っていう流れがね、やっぱり来てるのかなと、まあ、どちらもそうですね、今回いう気はしますよね。オーストラリアの今回の選挙ではどちらも反グローバリズムである点では、そういう政党が掲げてくるのは方向としてはそうなので、まあ、あまり行き過ぎたグローバリズムにちょっとブレーキをかける動きは各国では起きてるって感じですね。それが逆に本当に保護完全な保護主義になっちゃうとね、それはまた問題でしょうけどね。だから移民の排斥か、あと多様性認めるかっていう、そういう今度は対立が今度出てきてるんで、反グローバリズムの中でっていうことで、そうですね、それがこの間のオーストリアの選挙だったので、ということで、じゃあまあその来年にかけてね、ヨーロッパのどう勢力地位が変わってくるのかと、これはもう日本もすぐ影響を受けますよね。株価もそうだし、円の相場も変わってくるんで、さっきの NHK の話に戻りますけど、臨時ニュースですよ、臨時ニュースってそのイタリアのね、その国内の話ですよね、はいはいはい、国内情勢の話が臨時ニュースになるって初めてじゃないですかね、だからそれだけ大きな経済ニュースだってことなんで、びっくりしました。これ日経新聞もトップなんで、これそうなんですね、そうだから経済ニュースなんですよ、これは相場にそんだけ影響があったんで、だからただの国民投票じゃないっていう、そうですね、辞任しちゃったからね、それでもうなぜ相手が勢いづいちゃうんで、まあ、そういった意味でね、日本もそのやっぱり EU とか、そういったこともやっぱり、大きな関連を持ってね、はい、もうすぐ株価と円、為替相場に影響を受けるような内容ですから、今ではまあイギリスが一番 EU の中ではね、はいはい、日本と一番親しいかな、なんと思ってましたが、それなくて他のところもやっぱり結構日本でね、経済に影響してくるということですよね、まあ、それはね、イタリア場合とにかくEU とかユーロのコアの部分だっていうことなんで、そう、僕ギリシャとかああいうところじゃないから、でイギリスの場合はそのユーロを使っていなかったんですけど、はい、イタリアの場合はユーロを使ってるので、うん、もうダイレクトに影響が出てきてしまうんですね、通貨自体はね、通貨自体はもう本当にユーロですからね、よっぽどね、カジノよりギャンブルですよね。いや、これは多分、いや、本人は首かけたから、いけると思ったんだと思うんですけど、まさにキャメロンさんのやった失敗を、こいつやめさせるためにみんな頑張れって言って、一つ運動が、だいぶけしかけましたからね。
コメディアン上手いんじゃないな、なんか。そうですね、コメディアンがやっぱり投手で、あの方がだからキャリアでどういう人なんですかね。なんか有名なコメディアンで誰もが知る人なんですよね、うん、でただあのそのバックにね、うん、本当に実務家ですごく有能な人がいて、はいはい、その人の二人三脚でやってるんでここまで伸びたって話なんですよね。だからただ あのコメディアンじゃないということですね。そうですね、まあ、だからブレーンの学者、うん、はい、さんがね、いっぱいいて、うん、はい、閣僚候補になってるという話ですからね。そうすごいですね。だからまあイタリアの選挙も首相誰になるかっていうのはかなり注目ですね。はい、わかりました。はい、じゃあ今度は次の話題いきましょうか。パク大統領の弾劾が可決、はい、これは9日だから放送の日に、そうですね、もうこれはこれはほぼ間違いない、ね、ないと思いますね、はい、もうこの2日で何か起きる可能性もなくなりましたね、それでパク大統領自身が4月にも辞任するのを表明しているにもかかわらず、もうそうじゃなくて、彼女を弾劾するってことに今国民の世論がいて、とにかく あいつが悪なんだっていうことを、もうだから彼女辞めるってことになれば、弾劾せずに辞めちゃえば、その辺が不問になっちゃうって、うやむやになる可能性があるんだけど、実は今回一連のことは、パク大統領が悪いんだと、パクネさんがダメな大統領で弾劾をとにかく従ってるっていう世論が今あって、それでセヌリ島の中の非主流派の人のほうが自分たちの選挙があるんで、これはおいそれと、パク大統領の4月辞任を賛成というわけにいかなくなってきたんで、これはですか、田口先生の何かありましたっけ。田口さんは書いてましたかね。書いてたかな、あればちょっとじゃあそこを、これあ、これはこれですね、これですね、はい、日本への防衛そうそう、まあ松井さんとバーターっていう話ですね、松井さんが今度あれですか、韓国に防衛ですか。いや、まあ、そう言ってもらえば好き好きにやってくださいね、トレードトレードいらないで、どっちもね。でも昔はね、韓国の大統領がハワイの亡命ですか、なんかそういった、いや、フィリピンだってハワイ、みんなハワイ亡命ですから、なんだっけ、アメリカの傀儡政権っぽいのは、皆さんハワイでお亡くなりになられる。まあ、日本の防衛はないでしょうね、ね、日本も、どうでしょう、北方四島はいいよなんてやってたら、もうなんか亡命せざるを得なくなるかもしれないし、でもどっちみち、はい、その弾劾で可決しますよね、うん、そうすると手続き踏んでも半年ぐらいかかっちゃうんで、結局4月辞任の方が早いんだけど、もう弾劾したいっていうような様子になっちゃったんで、ああそうですよね、もう、国民の方のね、もうこれ、ま、もう怒りのぶつけ先がないんでしょ、辞任します、4月辞任しますなんてね、だからマスコミもそうだし、世論がもう今ね、クレイジーな状態に今なってるんで、とにかく怒りをどっかにぶつけたいっていうのを彼女にぶつけてるだけなんで、だって20代の支持率が 0% で、ね、今度30代の人もゼロになっちゃったんですね、うん、で全体で 4% だって話ですから、ね、だから仮に大統領選挙やるにしても、こうなるとセヌリ島自身を解体しろなんていう、でももうセヌリ島の本部の周りで起きるぐらいで卵ぶつけられたりとか、もうすごいことが起きてるんで、セヌリ島自身ももう本当に政党の存続が役割ぐらいの危機になっているん で、あ、日本の左派左翼の人たちは韓国 そのデモを過大評価っていうか評価して、まあ、ああいうふうにやれってね言ってるんだけど、実際そのパク・クネさんを追い詰めてる人たちっていうのは別に違う、これこそポピュリズムです。そうそうそう、テレビ見て憤慨して、だからこの中でちょっと土地食ってる人が出ると、はい、彼女のお父さんのなんか、はい、成果を、はい、燃やしたいとか。いや、だからデモっていうよりイベントですから、ね。もうイベント。屋台は出るわ。そうあるわ。で、ろうそくと紙コップのセット販売されてるんでね。はい、そうね、なんか結構踊る人は出る。そう、ね、いや、もうお祭りですよ、あれ。で警察の方もなんか放水をね、どんどん水かけるけども、いや水かけて、だってもうテント張ってもずっとその寝泊まりしてる方もいらっしゃるんで、経産省前の脱原発テントみたいな、弾劾フェスみたいな、そうそう、いや、あのフェスですよこれ。でね、臨時地下鉄は、ね、そう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 、そうそう、地下鉄もね、臨時、はい、ずいぶんサービスいいなと思って、ね、ソウル市庁舎のなんかトイレは開放する、そう、ソウル市長が意外となんか、これ、だと、もともとね、対立してますからね、まあまあね、そうそう、でも、セリートでもないし、共に民主党でもないね、そういった人が今、ソウルの市長になってるんですよね、ちょっと、だからそういった人たちが今度、新しい勢力で、
いや、いやだから今それでパク追い詰めてんのは、うん、私もそう、うん、そうでもない。ない、違う、違う、あのやっぱり政局に国民が動かされ踊らされてるところは、だから野党は野党で全然、だから仮にパクさん辞めさせたと、うん、じゃあ次の大統領で一枚岩になってこの人はっていうならないんで、うん、そう、それぞれのやっぱりあの野党は野党でそれぞれの思惑が違う。ハンギムさんやる気満々、ハンギムさんめちゃめちゃやる気満々なんでね。ただ彼の地盤としては非常に人口が少ないので、どこかと組まないと大統領にはなれないので、そうそう、あの韓国はもう地域対立がすごいですからね、うん、地域主義がね、そうそうそう、ね、まあ、そのせいでナンバープレートからあの地域名外しましたからね、うん、あ、そうですか、あれ幅寄せされるんですよ、うん、だから京湘南道とかの車がなんかあの、うんうん、ちょっとお隣のとこ行くとなんかあの嫌がらせされたりとかあるんで、うん、2006年ナンバー全面、うん、でだから日本でいうあの、なんだっけ、都道府県だとか、陸軍事務所のあの地名が入ってるのがなくなっちゃったんですよ、うん、あ、そうですか、そう、日本がどんどん細分化されて、そう、世田谷とかね、いろいろやってるとは逆なんで、うん、あれはそういう事情なんで、なんせあの日本では考えられないぐらい地域対立が激しいとこなんで、うん、っていうのは出身大統領がどこかであのいろんな恩恵がやっぱりそこを受けちゃうんで、大統領の出身地域にもインフラ投資をガーンとやっていく、うん、そうそう、実際毎回それやってきたんで、そういった地域の方に優遇するとか、うん、親族を優遇するとか、まあだからいわゆる権威主義体制でしょうね、もともと地域対立激しい国だったので、くだらと白木の対立がやっぱあるので、慶尚道全羅道、いや、もうまさにそうです、で豊臣秀吉があのソウルや平壌を落とした時でも全羅道を落とせなかったっていう、うんうん、あの全然別々そうそうそう、うん、やっぱり活況文化なので、うん、その職人というものに対するあの地位の低さっていうのは昔からあって、うん、はい、で南部の方はやっぱそういう職人の方が多かったりとか、うん、まあ、そういうすごい複雑な歴史があるんですよね、うん、韓国の場合は、あの政治の壺作るな、うん、職人とかね、やっぱりちょっとあの日本でちょっと考えづらいような地域対立がこうやって大統領選挙に反映されて、もともと大統領選にすべきじゃなかった、日本と同じで議員内閣制を取るべきだったんですけど、最初の大統領になった李承晩が、あのイースンマンがなるべくなるもう自分の権力を集めるために大統領選っていうのをご利用しして、それが後にこういうしこりになってずっと続いてるんで、だから大統領の権力っていうのはすごいんです、やめさせられないんですよ、うん、だから憲法改正をしなきゃやめさせられないっていう議論になってたんですよ、ね、うん、そうそうそう、でまさかこういう大統領出るなんて想定外ですからね、だから結局韓国の大統領でも任期終わると逮捕されるみたいな形になっていたの で、ね、今回も身内のね、今まで身内が取り巻いていろいろと利権をっていうことで、うん、汚職につながっていたので、はい、うん、で今回はクイーンで、うん、で身内もいないし、うん、弟さんともほぼ絶縁している状況なので、うん、そういう汚職が起きないだろうということで、うん、あれだけ人気を誇ってですね、当選をしたんだけれども、うん、が怪しげな、身内じゃなくて今度はもう怪しい占い師のおばちゃんがっていうことで、みんな裏切られたって怒ってるわけですよね、おばちゃんの娘までもが、あ、娘さんなんか出産していたという、そうなんです、いろいろで、もうあれドイツに逃げたままでしょで、ドイツでなんか児童虐待の疑惑でどうのこうのがあってで、しかもなんかアジア大会に出ていた時は妊娠中だったという、すごい方ですね、なんかタフなんだから学校行けよみたいな、そう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 まあでも高校卒業も取り消しになったから、大学も取り消しになって、すごいですよね、そうですね、入学取り消しの不正によってね、もう韓国はなんか訴求してなんか全部取り消しちゃうから、はい、そうなんです、アジア大会のあの乗馬のやつもなんか取り消しになっちゃうんじゃないですか、え、そうですか、いや、わからん、なんかそこまでやるかどうかわかんないですけど、いやでも不正入学だってね、こういった問題を始めて初めて、そうです、そうですね、だからこういった問題なかったら絶対不正入学の話がなかったんですよね、これはちょっとやりすぎな国ですよね、韓国はもう本当に社会全体が今もういろんなものが信じられない社会になってて、財閥も今大問題で、うん、ね、ナッツリターンに始まりね、もう本当実際経営危機になってるところもいっぱいあるし、うん、サムソンなんかね、どうするんですかね、いや、そもそももうあんなにね、そうだからね、もうあんだけやっぱり飛行機乗ってもやっぱサムソンの話が、うん、今はもうやっぱりこれだと山手線でなんか燃えたモバイルバッテリーも韓国産だったっていうね、あ、やっぱりね、ちょっとサムソンとは別の、別の、あ、そうですか、サムソンもやっぱりバッテリーの問題ですよ、バッテリーです、あれ無理しちゃったっていうのが、その設計に無理があったっていうのは最初から言われてたんで、うんうん、まあ、あれで会社に雇い方で今揺らいでますからね、そうですよね、うん、まあでも韓国のことは日本にもこれ影響あるんで、そうですね、そうですね、大統領が誰になるかで
日韓関係もそうだし、まあ、少なくともことえ今月行われる予定だった日中韓の首脳会談は意味をなさなくなってるんで、うん、一応やることやるんですか。いやいや、だからいやパク・クネさんがもう辞めるんだったらやる意味がなくなるわけなんで、だって全部全言撤回になっちゃう可能性あるし、うんうん、だからいろいろパク・クネさんの時に合意を取り付けた例えば従軍慰安婦の問題であるとか、うん、 その他の問題が全部これちゃぶ台返しになる可能性が出てくるん で、日本はそれはもうね勘弁ならないんじゃないですかね、うん、じゃあ今まで積み上げてきたものは何だったんだっていう、うん、あの政権がどういう立場になるかでもこのガラッと変わりますからね、うん、そうですね、うん、あの親睦なんだっけ反米左派政権みたいなのがまた誕生すると日本に対してまためんどくさいことをいろいろ言ってくる可能性もありますから、うん、そうですね。でもパクさんは最初は割と親中でね、うん、結構相当中国に寄ってったんですけども、あれも失敗ですね、失敗して、まあ、新しい政権になっても今度はもっとね、親米寄りの、いやだからそれはね、どの立場か分からないと、ね、あの、うん、あの親米親日に動くとやっぱり難しいものもあるので、あ、親日も難しいですよね。だからもともとパク・クネさんなんかも信じて動いてくれるのかなと期待してたら、やっぱりもう世論がだから反日にならざるを得なくなって、うんうん、まあ、ただ具体的にはかなり親日っていう、親日じゃないけど、うん、親日とは言えないけど、うん、あの慰安婦問題決着付けたし、あと防衛協定的なことも協力もやって進めてるので、実際はあのむしろ中国一辺倒から少しまた西側に戻って、うん、かつアメリカ自身が頼りにならないので、うん、要するに日本韓国同盟みたいな形で中国と対抗するような方向は行こうとしてた、うん、そう、でもやっぱりあの政権の前半でやっぱりあの反日的に随分やっちゃったもんで、はい、あれいろいろものを損ねてるってあるんで、はい、だからあれよりも親日に動くってことは次の政権はどうなるかっていうのは考えづらい、いやそれは無理なんで、うん、だから実務教反動来ちゃうと思います。ただ実務教育実務協力的なのはかなり進んでたで、あのパクネさんの時はね、はい、そうそう、まあ、それはご破産になるか、うん、まだ進むか。だから安倍首相も何だかんだ言って実務協力にはそれなりに前向きにやっていたんで、うん、だからあのいろんなもので、あの安倍さんとの会談でも不機嫌態度取れっていうのは全部あの、うん、裏のおばちゃんがいろいろ指示してるからなんで、はい、だって北朝鮮のあのケソン工業団地についてもあれもおばちゃんの指示ですからね、全部裏のおばちゃんが、韓国にとっても経済的にね厳しい、いやそれであの南北関係緊張状態になって、うんうんうん、だから結局なんかあの国際問題ひちゃかめちゃかしてる張本人があのおばちゃんなわけで、うん、おばちゃんだと元ホストそうおばちゃん、そうそうホスト愛人と、だからそのおばちゃんを操ってたのが元ホストって、うわー愛人すごいですね、めちゃくちゃですね、すごいですよね、もう側近政治もなんか、なんか宦官政治に近いような今日もなんか13時からその承認官房、はいはい、もう来ないで、うん、愛人2人はあの出たんだけど、もうあれもなんかペラペラ喋れそうですね、うん、それ以外の親族はね、うん、あのみんなキスキスしちゃって、はいはいはい、もう手を出せなかったみたいな話ですからね、やっぱりああいうところに出るの怖いと思いますよ、うん、あのホストさんたちはなんかもうベラベラなんかもうどうでもいいやんなってんじゃないですか、すごい話ですね、まあすごくすごくいいですね、うん、いやでも韓国も崩壊するって話は前からあるんですけども、結構なんだかんだ言いながらも結構成長してるんですよね、あの97年の経済危機の時よりはあの、うんうん、国府がやっぱりだいぶ、まあ、だそこはサムソンとかヒュンダイとかの成長産業に、まあ、選択と集中という形でやって、はい、ただ格差はものすごい激しいけど、うん、まあ、むしろ輸出産業に頑張ってもらったっていうところは、うん、そうですね、ただやっぱ技術がブレイクスルー今しちゃってるので、はい、その日本型 その重厚長大の大量生産、うん、って形ではいけなくなって、うん、だからサムソンはまあ問題があるし、うん、自動車もうガソリン車じゃなくて、うん、電気自動車とか自動運転とかそういう新しい投資がまた必要になってくるので、現代じゃ無理ですね、うん、やっぱりスケールメリットが必要だから、うん、だから結局中間層がいないので、いくらいいものを作っても国内でも売れないんですよね、はい、まあ、だからそれは輸出特化型で今でやってきた、うんうんうん、そうそう、ただその輸出も、うん、まあ輸出先もいろいろと、だから逆に新興国はかなり市場がシビアになってきているので、先進国は高いスペックのものがさらに求められるようになった、うん、そうそうそう、韓国、まあ、今回のねサムスンのギャラクシーノート7の事故みたいなことあると、はい、もうやっぱ韓国製ダメなんなっちゃうし、うんうん、今度は自動車がかなり厳しいんじゃないかなと、うん、もう自動車はだってあのまさにあの自動運転 AI の、はい、あれはもう設備投資はもうスケールメリットの競争だから、はい、1000万台作ってる国じゃないと無理ですからね、はい、世界にせいぜい3グループぐらいでしょ、はい、
ただ自動運転、例えば、うん、Google ですか、はい、そういうとこあの、進出できて、はい、だってもう Google の規模の会社はないですからね、うん、だから逆に電気自動車になると、うん、電気メーカー、その内燃機関じゃないので、はい、あの他の異業種でも進出しやすいってことはあることはあり、うんうん、ただやっぱりあの会社の規模が大きいとこじゃないと無理ってことで、はい、Google なんかも巨大企業ですからね、うん、そうですよね、研究開発費がもう勝負ですから、だから電気自動車になるとちょっと日本のトヨタとかね、そこら辺も心配ですよね。心配、トヨタはちょっと一歩遅れてて、あ、日本もマスオヤさんが水素言ってたんで、ちょっとそこが水素はないんですよ、はい、やっぱり水素はダメですね。でトヨタなんかプリウスでちょっと甘んじちゃったんで、本格的な電気自動車には一歩遅れてるところがある。プリウスは次までのつなぎだったんでね、はい、本当は、ね、プリウスまたね事故で、そう、あのタクシーね、はい、ブレーキ系統がなんて、いやだからあれひょっとしたらタクシーのうんちゃんの言う通り、はい、ブレーキ本当に効かないんだったら、はい、プリウス大問題になっちゃうんでね、はい、まあ、アメリカでねありましたもんね。そうやっぱり電子制御が多いとやっぱり誤作動ってのが必ず出てくるし、そうですよね、上がるとあのエンジン切ったって車がそのまま進んじゃう状態だから、うん、普通はエンジン切れば止まるんですよ、うん、車、うんうん、ローテクな車の方が安全なんでね、いや本当にローテクの方が安心なってことありますよね。ブレーキ効かないってことありえないですね、うん、まあ、どっちにしろこれからは AI であるとか自動運転っていうのはもう、まあ、そういう設備投資をやってきたかどうかで、うん、世界の何社かで競争になっちゃうから、うん、もう韓国のヒュンダイはちょっと厳しいのかな、うん、だから逆に中国なんかは GD がボルボを子会社化して、はい、ヨーロッパなんかは自動運転のヨーロッパの自動車メーカーっていうのは自動運転でまた復権しようとしていて、うん、で中国も GD がボルボをうまく使ってんので、うん、逆に韓国の出番がますますなくなっちゃう。もう韓国はどっかに吸収される流れだと思いますね。で部品メーカーになりそうですね。そうだってサムスンも下手するとやっぱりどっかに買い取られる可能性はあるんでね、はい、これをギャラクシーノート7のせいでもうダメになってっていうこともあるし、ね、5つ星はうまくいってるけどサムソンの3つ星は3つ星はダメだねそうことですよね。ですよ、ただあの韓国のことを本当にあの僕らもなんかねダメだダメだと言ってる場合じゃなくて、やっぱり日本の国体力ですごい日本に影響がすごいあるんで、いやだから日本もね、うん、結構その、うん、このだけどサムソンについてもね言えるんですけど、うん、サムソンの携帯ダメになって、じゃあ日本の携帯メーカーがねどうしたかって、まあ、ないんですよ。いや日本はもっとだ、もうすでに撤退してるんで、もうないんですよ。あれノキアがまたなんか出すとか言ってました、はい、あなんか、はい、あの、はい、ノキアなんかフィンランドですからね、はい、人口500万のちっちゃな国であるんだけど世界企業なんで、そういったその動きが日本の携帯のね、うん、メーカーで全然ないですか、ね、だから家電はもうダメなんで、ね、最後とりあえず今残ってるのは自動車で、うん、だからそれが自動運転波に乗れるか乗れないかっていうところがどうなるかって思いますからね、はい、そんなますます日本のね、うん、これからの伸びしろってのがなくなってしまうかな。だから一応安倍政権はそういった意味で、うん、あその第4次産業革命っていうのを日本最高戦略で掲げて、うんうんうん、やろうとしてる。だからカジノなんかで本当はもっと重要な経済の閣議決定はしてる、していて、それをアベノミクスの中でかなり位置づけて、新しく、まあ、今年からその日本最高戦略で第4次産業革命って打ち出してるんですよ。だからそこで IoT とかをバンバンやろうと、もうこれやんなきゃ、これも出遅れたら最後ですからね、はい、だからもう例えば千葉市とか国家あの戦略特区使ってドローンの飛行実験とかやったりはしてるんですよ。やりましたね、なんかイオンのなんか配達してるでもあれってやっぱりアメリカと比べると相当、いやもう全然遅れてますよ、ね、あっちはもう実証実験どんどんやってますからね、うん、でやっぱり緊急開発が全然違うんで、うん、で特にその、まあ、ハードの方がね、うん、その日本の場合はその精密に作れると、うん、アメリカよりはちょっと、いいかなとありますけどね、ソフトの面がね、はいはい、全く違うんですよね。またハード面もやっぱり 3D プリントなんかがもっと、ね、普及していくとちょっと、うん、そうですよ、あれも外国のなんか知らないのメーカーが今頑張ってますから ね、あれを日本の大手がやるようにならないと負けちゃいますよね、うんうん、もう 3D でいろんなものできたらもういろんな産業がいらなくなっちゃう、金型産業で、いや、いらなくなっちゃう、そうなんですよ、うん、だからものづくりでその、ね、日本の場合は一歩先に行ってると言いながら、うん、ちょっとこれからの方を考えるとね、すごい心配なので、うん、特にその航空機のね、うん、技術がね、うん、特にその最近弱く国産の MRJ は、でもなんか、ね、ただあれはやめた方がいいよな、あれ見え失敗プロジェクトの、いやあれは僕もね、第二の YS11 になりそうな気がするなと思って、はい、うん、でせっかく航空機できてもね、うん、部品をほとんど外国製だったんですよ、日本でも作れないと、うん、作ってないと、うん、
だからもうあれでね、やっぱり日本のメリットならないですよね。まあ戦前は作ってたのにと、戦前は空母も作ってたのにと、まあ負けちゃいましたけどね、しょうがない。ゼロ戦の単価がみたいな話、ね、ただ空母同士で戦争したのは日本とアメリカだ、後にも先にもまだ日本とアメリカだけなんだからっていうの。そうそうそう、まああれが造船の技術に生かされたってあると飛行機やられちゃったんやつね、はい、そうですよね。だからもうそのなんていうかな、あとあその宇宙技術もね、うん、もう中国なんかも、ね、うん、有人宇宙飛行で、うん、なんていうかその天球2号とかなんか、そうですね、両党も出してて、うん、もう有人の飛行は当たり前なのに、うん、日本は未だにね、うん、有人飛行船やってないんですからね、もう無理ですね。まあ宇宙技術はかなり競争が機能しないんで、税金の無駄遣いになりそうな感じが、あれはもう中国の独裁国にやらしときゃそこでは張り合って、だから ドローンとかはやっぱ中国メーカーが一番シェアナンバーワンなんですよ。だからそういうところは日本がなんかもっとラジコンで培った技術を、だからもう全部持っていかれちゃってるよね、はい、だからドローンとかバーチャルリアリティとかだったら日本が勝てそうな感じがしないでもない。でもやっぱりあれに設備投資しないとダメなんです、設備投資だと研究開発とか、ね、はい、そうそれこそ費用処理とか、そうかなり自動運転、だから自動ブレーキなんかは本当に日本の規制緩和で、うん、あの国土交通省が、うん、あの自動ブレーキやると、うん、あの自動ブレーキに過信しちゃって運転者が真面目に運転したくなるからダメだった形で、うん、禁止したんですよ、うん、そんで日本遅れちゃって、うん、そうそう、ところはもう諸外国がそんな流れになってるのに、はい、今更って感じだから、ね、はい、だからスバルのアイサイトとかは、うん、本当に直前でないと自動ブレーキが効かないようにわざと性能劣化させて日本で認可したっていう歴史があるので、そういったふうに国土交通の規制が本当にやっぱり技術の発達普及を遅らせたって面はあるんですよ。本当にあれはあの阻害してますね。だってもう世界マーケットで今戦っていかなきゃいけないのに、はい、もうそういう国内で規制かけて、はい、薬なんかもそうですけど、はい、やっぱり今研究開発で、あのなんだっけ、5年に一度ぐらいホームラン打つような製品出さないと負けちゃうのに、はい、全然負けてますからね、はい、本当なんか日本のねそういった技術力ってちょっと本当これが心配ですよ、ね、だからまああのアベノミクスでいろいろそういうところに特化して頑張ろうっていう姿勢は評価しますけれども、うんうん、やっぱりまだまだあの見えない規制がいっぱいありますからね。でまた技術開発を担う研究者がこれだけ待遇がね、まあ、そうですね、であったり、まあ、高学歴ワーキングプロジェクトになってくると、結局ちょっとね頭脳充実も起きたりとかね、うん、なんかこの前の新聞に載ってましたけど、そのあのその学者のね、うん、その研究論文ですね、うん、学者の論文で注目度と割合がですね、うん、日本はどんどん下がってる、はいはいはい、で最近で、中国がそういうことをしててね、うん、まあ、中国が乗ってるのは分かるんですけども、うん、ドイツとかフランスとかですね、うん、ああいった他のイギリスとかね、うん、ああいったところはちゃんと伸びてるんですよ、うんうんうん、伸びてるのは日本だけで下がってるってことでね。ただそれって自国研究者だけですかね、うん、結構発展途上国だから研究者受け入れてやってるっていう場合、うん、まあ、だからノーベル賞だって本当に何十年も前の研究で今受賞ラッシュになってるわけですから、その後がもう続かないですからね。だからあとこの先20年30年後には日本で本当に理化学系でノーベル賞取るかどうかって疑問ですよね、うん、だから日本のその場合ね、その、研究者に成果主義でですね、うん、どんどんいろんな論文をあの作りなさい、うん、発表しなさいと、うん、いうことでノルマを課したんで、逆に、うん、あの息の長い、ね、研究がなくって、うん、そこそこすぐね、もう目先のなんか目先のそういった研究ばっかりに集中してしまって、とてもノーベル賞を、ね、うん、あの取るとかですね、やっぱ基礎研究とかそういうことに特化して頑張らないと、ね、だから韓国か中国かどんなに経済成長したってやっぱそこを取れないというのはやっぱそういうことなんで、うんうんうん、それと同じく日本もなっちゃいますよね、うん、日本もあの、ね、やっぱりヨーロッパやアメリカにやっぱそこ負けちゃうんで、やっぱヨーロッパの先進国がそういうことをきちっとやってるから、日本より人口の少ない国であっても日本よりやっぱりノーベル賞取るっていうのはそういうことなん で、学者もあの国際的な場でちゃんと活躍できるようにしてるし、そうですよね、日本はちょっとやっぱり内向きな感じします、まあ、だからね、その IR であの国際、うんうん、展示場とかね、うん、あの国際会議場を作っても、うん、肝心の日本の研究者がいないと、うん、なんかね、日本スルーされてしまう。そうそうそう、結局誰も来ない。いや、ウィンブルドンカーを狙ってんじゃん、うん、ウィンブルドンカーみんなにあのだから、まあ、場所だけ提供しますね、はい、それもちょっとな、それバレーボールの、いやジャニーズ来るんですかね、いやいやそれはちょっとそう、でも今あのやっぱりその安倍政権 のインバウンド強化とか考えると、やっぱりウィンブルドンカー狙ってんじゃん。ウィンブルドンカーですか。でもやっぱり日本語っていうね壁がありますからね、まあだからそれもインバウンド化で多言語表示を熱心にしようとか、でもやっぱりあの
日本の研究者がねやっぱり世界で活躍できるようにしなきゃ本当はいけないんで、まあ、そこは増上さんから小池さんになってちょっと、ま、あそうか増上さんに猪瀬さんの時に、うん、結構多言語化表示をうんぬんかんぬん言ってて、はいはいはい、まあ日本の今東京多言語表示って韓国の、 中国向けと韓国向けがメインですからね、はい、多言語っていうほどじゃないんですけどじゃあ猪瀬さんはなんかアラビア語もやろうとかってそうアラビアで、ね、あの中東の人ほとんど来てませんでただ築地市場はロシア語もありました。あ、来るんですね、あれ。あの、まあ、来るかどうかわからない。表示のチラシに、チラシっていうか、にはロシア、英語、中国、韓国、ロシア語が。ロシア語はなんでだろういくらいや、あ、そっかそっか。いくらロシア語ですから。あ、じゃあそれは。なるほど。まあでも、まあ、日本ももうちょっと戦略持ってやっていかないと、ね、あの国際的な地位がとにかく低下しているのは間違いないの で、うん、で日本の大学なんかもどん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 なんか、我が国に負けてますからね、うん、4月入学やってる限りはダメだとだからその今ねその株価が上がってるとか言ってね、うん、喜んでますけども、うん、あの消去法なんでそう円はどんどん安くなってるんですからね、うん、そうすると、その国民全体の資産をね、うん、あのドルベースで見るとどん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 、はい、日本の国民が下がってるだから円安は輸出産業を後押しするから喜ばしいんですけどやっぱり行き過ぎちゃうと、うん、もうやっぱりダメになっちゃうんで、うんうん、だってあの国債がもうもし日本ダメになったらもう瞬間もう円がドカッと安くなりますよ、うん、1ドル200円とか200、うん、300円とかっていう時代に、うん、だからこれはもう為替の競争になっちゃうんで、うん、しかも売り浴びせとかって 1% とかでもできちゃう、うん、あそうそうそ う、 そうだから先物 の、ね、そのデリバティブとかで膨れ上がっちゃうので、うん、そうそうそうわずか 1% だから日本の国債ってほとんど日本人が引き受けてるから安心だって言ってるけど違う違う 1% でも意図的に投機的にやればもう激減暴落させることができちゃ う、 う全部がパーになっちゃって、うん、あのだって金利がもう 1% になると今もう金利入らないんです、はい、日本の国債は1000兆円ですか1000兆円そう払えないんですよ今もうほとんどゼロ金利だもんだから、うんうん、なんだっけ借り換えどんどんできますけど、うん、だギリシャなんかもねなんかもうデフォルトだと言われちゃうとやっぱり 7% か 10% の金利ついたら日本はもうお手上げですからね、うんまあね、その日本の場合は絶対デフォルトにはならないとは言ってますけどね、うんまあ、確かにね、どんどんすればいいんだから、うん、それがならないかもしれませんけども、まあね、でも、まあ、その本当に70年前にね、うん、戦前にその国債買った人がですね、うん、みんなそのハイパーインフレで、そうそうもうほとんどただ、謎になっちゃった。ああいった状態はもうなる可能性十分ある、ね。戦時国債。で、いやデフォルトになったね、インドがやったみたいな。預金あのこのお札はなんかいついつまでに全部廃止しますって言って、うん、で全部貯金してください、うん、引き出しは一人どこまでっていうふうにね、うんうん、日本は実際やってますからね日本そのね震源地に戦争直後にね、はい、あいつやりましたねインフレ防止で、うんうん、だからねこれからどうなるか、まあ、そうだから本当にあの、ね、安倍政権も IR なんかよりもなんかやるべきことあるような気がするんでね、うん、日本 の、 あの国家の経済の舵取りをちゃんとやらないと、うん、そうですねだからあの先ほど出たあのイタリアの国民投票じゃないけど直接日本経済にあの影響あるような動きってやっぱり非常に注視しておかないといけないんで、うんうん、あのどうしても IR なんていうのはもう正直でどうでもいいようなレベルの話でこれ各界やってるんでね、うんうん、そうですねもっとこれからねそのまあロシアとの会談もあるでしょうしねいろいろとその日本のこれからの方向性を決める、ね、大事な時期なので安倍さんにも本当ぜひですねこれから頑張ってほしいですよねそうだからこれが、真珠湾に行くのにつながる、これですね、はい、だいぶ話がそういうことになりましたけど、はいはい、今度は小池派の区議東京都の政局でまとめてあそうです政局の先に、はい、じゃあ安倍さんの安倍さんの先に行きましょうか真珠湾もねこれは、これは昨日もそうかないやおとついですおとついの夕方です突然、だから7位のニュースに間に合うような発表ですよ、あーそうですかやっぱあのニュースセブンとかニュースウォッチ9を皆さんあのご年配なんか見ますんで、うんうんうん、発表するタイミングもあれは考えてるなと思ったんで、そうですね、でよ当然翌日の新聞にも載りますからね、うんやっぱりなんかさっきもちょっとちらっとおっしゃってましたけども、はい、あのオバマさんの頭越しにこの前トランプさんとね、うん、あれはちょっと良かったねあれに対するそのお詫びみたいなところもあるでしょうね、うん、そうですね、うん、だってあのトランプさんは50万のゴルフクラブじゃなくて5兆円の投資の方がやっぱ喜びますからねそんなもう別に会う必要もなかったんですけどね、うん、いや会わないとだから選挙戦で日本政府はヒラリー一点賭けだったから、う
会わなきゃやばいと。いやだから、いや逆ですよ。だからこそなんかこれで慌てて会ってるとなんか日本は戦略ミスってるなって見透かされちゃいますわ。思いっきり足元見られる、まあ、だから戦略まさにミスったからしょうがない。いやだからミスったらもう、いやだからそのミスを認めたようにしばらく大統領就任した後に適切な時期にお会いすればいいんで、公式に。あんな非公式にあのホンマゴルフのクラブが持っていたらしょうがないよ、ね、40万か50万でした。50万。金ぱくの趣味の悪い。だから、ね、トランプさんと会談したり、それから、ね、うん、そのプーチンさんと会談すると、うん、どっちもやっぱりアメリカのオバマさんにしてはね、うん、面白くない話ですよね。まあ、オバマさん辞めちゃうからね、うん、だからもう、でこれ、別にオバマさんだめじゃなくて、僕は真珠湾のやつは、一応形としては広島の返礼的なもんかあるかもしれないですけど、うんうんうん、もうね、あの日露交渉がうまくいかないから、これで話題を直視しようかなっていう感じじゃないですか。どうなんでしょうね、日露交渉ね。もう来、もうすぐ来週、来週15日、16日が、あのプーチンさんの山口温泉旅行なんで、それで、これは20何日かですよね、もっと後先なんですよ。だから、プーチンさん会った後に、うん、まあ、あのアリゾナとか見に行くんでしょうけど、うん、まあ、アメリカでの反発もそんなにないだろうっていうことだけ、実際、多分、退役軍人の組織はどうか分かんないですよ、今でも。でも、あれでしょ、やっぱり、ね、あの国家の、うん、ね、首相が来るとなったら、それは関係じゃないですか、やっぱり。いや、そこはちょっと複雑なもんじゃないですか、ね。まあ、75年目ですからね、あの攻撃してからですよ。ね、そんな75年も経ってからみたいな。そうそう、だって2000人いきなり亡くなってるわけだからね、真珠湾攻撃で。宣戦布告なしで。向こう側に見ると騙し討ち、ね。そうそう、ね、まあ、分かってたけど騙し討ちってことにしたかったっていうのはアメリカなんで。まあそうですね。そうそう、まあ、日本からするとね、そのちょっと、海戦のね、あの、うん、書類を送るのが遅くなったという言い訳なんですけど、まあ、外務省のサボタージュだとかいろいろ言われてますけどね、うん、あれ分かんないですよね、うん、わざとあのアメリカがそういうふうに、ね、やったっていう、逆にしてたけども、そうそう、わざとね攻撃させちゃった。だって主要な戦艦を全部あの真珠湾が出てましたからね、うん、いくつか残しといて、あ、なるほど、で2000人は捨て駒にされちゃったっていう、うん、まあ、だから参戦する理由付けが欲しかった、そういうことです、うん、あの国民がどうしてもモンロー主義で届きてたから、うん、ヨーロッパ戦線にも及び腰で、うん、日本との戦争もあんまり関心なかったけど、うん、あれで国民の世論に火をつけたっていうのがあるので、うんうん、騙し討ちされたんで、うん、許せんっていう感じでね、うん、始めたのが、本当は日本側としてはね、そういった攻撃をしてですね、うん、国民のその意欲をね、うん、くじけさせようという、うん、そういった意図だったら逆になっちゃいましたよね。まあ、そこはアメリカを読み違ったっていう、うん、そういうことですね。まあ、戦争起きるときは大体双方が読み違いで起きちゃうもんね。まあ、そうですね。そう、頑張れたのは半年間だけですからね、うん、ミッドウェーまででパーになっちゃって、うんうん、だからちょっと海軍もね、結構その、冒険しすぎてしまったと、うん、いや、あの、うん、あれは山本五十六がもう最初に死には叩いて、うん、それであの有利な状況でも講和に結ぶしか、うん、あの、そうそうそう、日本が勝ち目はないと、うん、それは分かってたんで、うんうんうん、山本五十六なんかもあのアメリカの国力がいかないもんかって知ってるんで、うんうん、もう普通にやればもう負けちゃうんで、そうですよね、もう国力がもう工業力によって10倍違うんですよね。そうです、ガソリンなんかに至っちゃうね、うん、1000倍違うわけだから、1000倍、そうそう、うん、だってアメリカから輸入してたんで、そうでしょう、そう、これも禁輸されたらえらいことですよ、うん、ただ日露戦争の時のアメリカみたいな国がない状態なんで、ああ、そうですね、だから日露戦争の時も、まあ、序盤で勝って、でアメリカは仲介で和睦したという形で、いやだからあのその逆で日米開戦の時はロシアとかソ連に仲介してもらいたいとずーっと信じてたから、ヤルタ会談とか日ソ中立条約ありましたからね、そうそうそう、あれを信じてて、うんうん、はしご外されてますからね、終戦の最後の時まで、ね、そうですよ、ロシアは停止したからね、だってあの日本があのポツダム宣言を受け入れたのは広島長崎の原爆じゃなくて、うん、ソ連の対日参戦がもうあれ決め手だったんで、うん、あれでもうダメだと思ってね、うん、原爆には日本はまだ耐えていこうとしてたらしいですよ、うん、3発目が来ても、うん、もうむちゃくちゃですから、ね、東京されたらどうされたんでしょうね、分かんないけど、そうそう、うん、まあ、3発目はなんかアメリカの準備がなかったって、うん、そう 2発で終わりだったんで、うんうん、長崎の方はもう広島やられたから次長崎分かってたから、なんかあのなんだっけ、やけどとかあの治療のための準備してたっていう話なんでね、あ、そうです、そう、来た時に飽きたかって感じだったらしいんで、なんか新潟の方もね、市長さんが退避命令出してる、ね、そうです、あの新潟もだからあの空襲されてない新潟、ここら長崎が次やられるっていうの分かってたん でそのどこかっていうの分かんなかったんで、まあ、本当は小倉に行く予定が天候不良で視界不良で長崎に、でもあの視界不良はなんか煙幕を張ったっていう話もあって、まあいろいろあるんですよね、だから視界不良にしたんで、
手ぶらで帰るわけにはいかないから、もうとりあえず次の候補で長崎ってことになったんで、まあ、ですよね、オバマさん広島行ったけど長崎行かなかったからっていうのがあって、そうですね、うん、まあそう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 、ね、行くとこいっぱいありますよ、そうなんですよ、まあどっちでしょう、安倍さんはこれは一応どうなんですかね、まあ一応アメリカにとってはオバマさんのあのレガシー1個ちょっと協力してあげたよって感じで、オバマさんに対するご機嫌取り、ただもうオバマさんご機嫌取りしたところで、うん、日本にとって何一つ有利なことないんですよね、まあ、そうなんですよね、今更、うん、政策がもうゴロッとひっくり返るようなものがいくつかあるんでね、うん、TPP がその最たるものだし、うんうん、そういう考えるとやっぱりね、そのトランプさんとのその絆をね、もっともっと強めたくて、うんうん、まあ、安倍首相自身にとってはやっぱ戦後レジームからの脱却の一つにはなる決着、うんうん、あ、これいいのかね、はい、でもこれで頭下げるのがどう、いや別に頭は下げないで日米の結束を、同盟関係をね、でも頭下げないとあれでしょ、あのアメリカ大気軍じゃ喜ばない、やいや死んだ人に対する哀悼っていうのは、それは別に外国要人が千鳥ヶ淵に行って、うん、っていうのと同じなんで、まあそういう意味でオバマさんは広島で頭下げてないんですよ、うん、だから死者に対して哀悼すればいい、戦死者に対してで OK なんですかね、はい、だって広島は真珠湾の復讐だからアメリカ人はあれで頭下げることで許されないけど、はい、安倍さんが真珠湾で頭下げないのは何事だって僕なると思いますけどね、頭下げると思いますよ、まあだからそれは戦死者に対する哀悼で、別に騙し売りすいませんでしたとは言わないし、もそこまで求めない外国、そこは、まあ求めないから行くんでしょうけどね、その辺の話がついてるから、だから広島の哀悼の言うと真珠湾の哀悼の言うには違うということなんで、アメリカ国民いやバーダーと次に靖国参拝をしてもらうとか、いやそれは、ね、知らないです、それは絶対ないですね、永久戦犯の申し立てっていうのはあるそれはもうですね、そう靖国行けるのは李登輝元総統会のもんで、そうあれは無理ですね、だからアーリントン墓地とはまた違うんでね、うん、難しいですね、もまあ右派の方々はね、ぜひともアメリカ人もね、安く来てとかって思ってる人いるかもしれないですけど、違いますからね。まあ、一つはあれですかね、やっぱりそういったことで、その日英のね、同盟関係を強めるっていう意味はあるでしょうかね。うん、まあ、それは、ね、まあ、それは、はい、そうそう、ね、もうそれにしかない、まあ。やっぱりトランプさんのことを考えてでしょうかね。うん、あんまりとトランプさんが問答主義的なところに行って、うん、日本を軽視しないようにということ、ね、うん、一応もう念押しをしてと、さらに日本とアメリカの日米同盟の絆の強さをなんかアピールして、トランプさんもよろしくお願いしますっていう。わかんないですけど、何しろもなんか突然ちゃぶ台ひっくり返すことをやりかねないですからね。いまだにわかんないですよね。いや、次々いろんなことしでかしてますからね。まあ、でも結構その決まったね、その人事を見ると、うん、結構その共和党のですね、うん、主流派を取り込んで、いや、主流派より僕、高派を取り込んでる、大事な、例えば国防長官であるとか、CIA 長官であるとかっていう、うんうん、あとは国務長官が誰になるかっていうこともありますけど、うんうん、どうでもいいところは、なんかマイノリティの人を入れたいとかするんで、一応はね、国民の和解のムードを演出はしてるけど、うんうん、肝心なところはやっぱり高派、軍事的には高派を入れてるので、うん、あまりその NATO を解体とかそっちの方向にはいかなさそうだ、まあ、ちょっとネオコン系ですね。そうネオコンですね。で経済的にも、うん、そのグローバルゴールドマンサックスとか、うん、そっち系を入れてるので、うん、あんまり反グローバリズムにもならなさそうな感じ、ね、だからその辺はもう共和党の望んでる方向で、うんうんはい、そうするとね、その熱狂的にトランプさんを支持したね、うん、だからあとは製造業とかをアメリカで生産して雇用を作るとか、そんぐらい、そんぐらい、だからあと、まあ、国内向けの公約でいったインフラ投資とかっていうのも、やっぱり共和党議会は小さな政府なんで、難しそうなんで、違うところだから、だからやっぱりアメリカの工場をアメリカに工場をアメリカで創業させて、それぐらいじゃない、それで。この前キャリアっていうんですか、はい、あちらの方の、あれは、どこでメキシコに移転するのを透明させて、はい、それで雇用を守って、はい、そこから総務減税しますよっていう、だから他の企業もこれに習えっていうことを言ってますけど、まあどうでしょうね、だから日本企業もうっかりアメリカからメキシコとかここのところに移転はちょっとしづらい状況ですよね、うん、こうなってくると、うん、ただ逆にマキラドーラに進出した日本企業にとってはどうなのかっていうところは、メキシコリスクが逆に そういうことですね。でトランプさんのせいで今メキシコは株価も下落して、はい、で企業も新しい設備投資ができないんですよ、はい、アメリカがどう出るかっていうことで分かんないからリスクになっちゃったんで、
でもダクター結構、うん、アメリカにとっても有利、逆にいやアメリカ有利なんです、ダクターメキシコよりも、ね、アメリカの方が有利だ だからそれは大企業にとってってところがあるので、ただ実際そのトラディショナルなあの工業地帯の雇用が奪われたっていうのは事実なんで、うん、それで、うん、その怒りの受け皿になったのがトランプさんだったので、うん、ヒラリーさんじゃダメだと、うん、そうですね、ナフタを改定するとか破棄するっていうことにするはならない。だから経済閣僚とかは結構そういうウォール街の代理人的なのが結局入ってるので、グローバリズムはそのまま推進なんで、はい、だから TPP も TPP はやめるけど、今度新しい貿易協定でアメリカが第一主義になるような貿易協定を各国と結ばせていく主導権にいろっていうのが思い描いてる、ちゃんとしたビジョンになってるか分かりませんよ、割と思いつきでいろいろ行動してますからね、うん、そう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 、ポピュリストはね、思いつきで行動するんで、橋本さんしろ小池さんしろトランプさんの人皆さん小池さんはポピュリストですか？ポピュリストです、だって塾は開くわやけど、なんか講演する人誰かって決めてなかったんですよ、あなんか頭の中であったんかもしれないですけど、竹中さんとかそうそうは予定外やったかもしれないです、ホリエモンはね、ね、なんかしましたね、まあ、うん、上西さんがなんか私を使ってくださいと逆にね、うん、言ってるぐらいですから、まあ誰でもいいっていう感じなんですけど、うんうん、だってヒトラーでもなんだっけ、まあ金ポピュリストだからなんか何やっていいかっていうのは国民の顔色変えがいけそうなことをどんどん取り込んでいって、うん、最終的にはやることなかったら戦争になっちゃってるわけなんで、うん、そうですね、そう、うん、だからでもまあヒトラーの場合ね、その結構ポピュリズムもあったかもしれないけども、実際に経済運営をしてね、経済政策結構当たったんですよね。いや成功したんですよ。内需拡大して、アウトバーン作ったりとか、プロスワイン作ったりとか、経済が良くなって、みんな国民が潤ったんだね。うん、それだけにその人の支持ももっとアップしてきたというのがあるんで、うん、またあれは要するに買収を踏み倒したっていうのも多いんで、まあ、あと再軍備するために設備投資ができたんで。うんうんうん、で結局戦争することがやっぱこの景気と自分の人気を維持すると、うん、ただそこの国家社会主義的なそういったような経済発展ってのは1970年代で一旦もう失敗とか行き詰まったんで、だからそこに対する、まあ、反動というかアンチテーゼとしてやっぱ新自由主義的な小さな政府論が出てきて、80年代からでアメリカではレーガンになって、はい、イギリスはサッチャーが始めて、日本は中曽根さんが、はい、参考書5原業の民営化ですからね、だからまあそれも弊害はあるとしても、またその国家主導の経済政策に戻るかっていうと、やっぱりそこはやっぱりもともと弊害が大きい、低成長時代はね、はい、そう難しいですよね、難しいですね、はい、だからそれをどういったものがいいのかって、だから結局トランプさんも公約で言ったのは国内のインフラ投資なんで、非常に堅実経済的な古い発想 で、しかも保護主義でかつ国内のインフラ投資なんで、だからそこは共和党の掲げてる小さな政府とは反することなんで、はい、まあ、実際どこまでやらないのか、はい、やらないかできないのか分かりませんけどね、まあ、なんでトランプさん自身はじゃあ実は自分が大統領になってからやるビジョンってそんなにないんで、やっぱり何人かの側近の意見であるとか、うん、あれで決めてるってのがあるから、下手すると韓国みたいに側近政治になりかねないんで、うん、数人の意見を聞いてじゃあこれ行こうとかあれやろうっていう、でツイッターで直接ね国民にいきなり発表したりしますからね、うん、橋本徹さんみたいなことやってるんでびっくりですよね、まあ、でも今ねアメリカの経済は結構良くてですね、成長率も 3% ですか、これは共和党政権になってるってことなんで期待されてるのがあるんで、いろいろ規制緩和であるとか、うん、共和党が掲げてるもんで、うんうん、アメリカ景気が良くなるっていう期待があるんで、うんうん、今ちょっと景気が良くなってる、だから景気って本当に期待ですからね、うん、期待が良くなりますからね、そうです、これでオバマさんトランプさんがですね、うん、どんどんインフラ整備だかなんかですね、うん、お金を使うようになれば、うん、もっともっと発展するかもしれません、ね、いやインフラ整備、いやだからそれには共和党の壁を、だから逆なんです、だからそういうことは、インフラ整備とかいうのを政府がやるのはけしからんっていう、そういう小さな政府原理主義者がいるんですよ。減税をするっていうのが共和党自助努力です。自助努力です、ね、彼らが好きなの、ね、そう。まあ、だから健康保険だって憲法違反だって言ってる人がいるような世界。オバマケアの反対の人を厚生長官にしましたからね。オバマケアをせっかくオバマさんが8年かけて頑張ってきたけど、やっぱりああいうのはアメリカ人は受け入れたくないんだっていうのを体現してくれるわけですから。保険は自分で入りましょうっていう、うん、そういうことなんですよ、うん、まあ、でもそのね経済関係の関係でゴールドマン・サックスとね、うん、サックスとかに対してですね、はいはい、やっぱりその
投資をもっと重視するっていうか、その、うん、もっとインフラを整備、いや、ゴールドマンサックスの投資っていうのはそういう投資じゃなくて、うんうんうん、あの本当にハイエナ的な投資で売り上げするとか、マネーゲームの方の投資だから、だから、うんうん、あのインフラ投資するのは国のお金だから、それはなるべくやらないように、そうそう、実需実需への投資じゃなくて本当にマネーゲーム、儲かりそうな国にやなんか金やってバブルを起こして売り逃げてるっていう話なんで、何にも残らない、そうそう、あのそれこそアングロサクソン的な金の儲け仕方なんで、人から搾取しても取っちゃえっていう、だから国内のインフラ投資とかっていうのはもう、もしやるにしてもそれはあのやっぱ共和党の方がブレーキかけたくなるので、そこはちょっと共和党の考えてるのとトランプさんの考えてることがまああの矛盾するところなんで、まあそこは軌道修正して最終的に共和党の言い分が通るようになるんですね。まあ議会はてあの敵に回せないですからね。まあそうですけどね、ただまあやっぱり GNP がどんどんねあの良くなるというのはやっぱり共和党もですね、これは賛成しざるを得ないですか。だからこれちょっとねバブルっぽいところあるんで、今までオバマ政権乗せられたものが解放されるってことでガッと上がったってなんで、どっかでやっぱりそれがまたガクンと落ちるか頭打ちになるかっていうのは分かりませんけど、だからこれはトランプ大統領になったので、あの今一時的なもんで、あの景気が良くなってるように、まあ、ご祝儀相場、ご祝儀相場ですね、うん、だからこれいざ就任するときになってまたいろいろ諸問題、あとあの例えばあの国防長官にあのあんだけ高派の人をつけたということは、また中東で戦争するっていう、あのブッシュの時にネオコンさんたちがイラク戦争を推奨したようなことが起きる可能性もあるんで、戦争起きればもちろんあのネオコンの皆さんは潤いますからね、ただそうなるとまたあのさらにあの難民が増えるという火種も、あのイラク戦争のせいでイラクが崩壊して、それであのスンニーナショナルが生きられなくなったから IS ができて、それであのシリアで暴れてシリア難民が生まれてっていう、こういうどん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 ドミノ倒しになってるんで、戦争が起きれば起きるほど難民の数増えて、でまた次の戦争が起きるんでまたあの戦争をやるっていう、それの悪循環ですから。ただアメリカはやっぱり戦争をあの従うような政権になってるんじゃないかなって思います。でもトランプさんはそれを従わないっていうことで当選したんですね、一応ね、うん、そう従わないなんだけど、うん、アメリカを舐めるやつは許さんとか、うん、結構好戦的な発言もしていて、いだからそうです、だから IS を叩き潰すとか言って、はい、あの地上軍あの投入するようなことになれば、やっぱりあのイラク戦争とか対アフガン戦争対テロ戦争は、うん、あのオバマさんの時に縮小の方向を持ってたけど、また元に戻っちゃうんですよ、うん、オバマさんが縮小したせいで IS が台頭したっていうふうに思ってるんで、だから人権外交はやらないと、そういうことです、言ったんですよ、うん、そう、オバマさんが言ってたようなああいう綺麗事はやらない、そう、民主主義を広げるとかそういうことのためにアメリカ人がアメリカの国益、そんなことはしないっていう、アメリカの国益のために、国益のために、そう、アメリカファーストですから、うん、そうそう、国益がどうね、どうこれからの施策に、だからまさに戦争になっちゃうかもしれないところはリスクとしてあるんですか、まあまあ、そうですね、あの一国主義で行くんだったらアメリカさえ良ければいいっていうことになりかねないですからね、あ、だからその世界の警察としてアメリカと戦うんじゃなくて、違う違う違う、自分の国の利益のために戦争をする、そう、モンロー主義なんだけど、今のアメリカっていうのは本当にアメリカだけにしか利権がない国じゃないので、世界中にアメリカの利権ありますからそれを犯されたらまた出ていって、そう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 、だからあのアメリカの利権がないキューバなんかの関係はまたどうでも よくなってるんで、そうですね、そうそうそう、まあ、せっかく、ね、学校開発回復したときね、うん、またちゃぶ台返しとか、うん、ちょっと関係冷えそうな感じ、うん、だからあの、ね、亡命キューバ人の人たちが喜ぶような、うん、あの政策やらないとトランプさんもやっぱりそれに同調しない可能性あるんで、うん、ただカストロ首相はもう亡くなったんでね、うん、だいぶキューバ自体も変わっていく可能性あるじゃないですかね、そうです、あの、うん、一応オバマさんの時にあの国交回復したのは良かったんですけど、うんうんうん、またあのやっぱりあの彼を支持したトランプさんを支持した人たちの中には亡命キューバ人の方が多いんで、うんうんうん、やっぱり対キューバで強硬にやってもらわないと、今の南西あの独裁政権を倒してほしいんですよ、ラウル・カストロでもダメなんですよ、うん、でも一応今独裁と言いながら一応ね独裁です、社会主義の共同、ですね、集団指導体制になってても、まあ亡命者にとっては そんなのはどうでもよくて、やっぱり自分たちの復権が大事なんです、自分たちがもともとキューバを持ってた財産みんなあの没収されてるわけですから、 それは面白くないですよね、そのままでその政権を認めるってわけにいかないんで、あのキューバにお金を持ってた人はみんな命からあのフロリダに逃げてるんで、だからその人たちがやっぱりあのオバマさんの進めたあの、まあ、アメリカ・キューバの国交回復っていうのはそんなに支持してないんで、ね、うん、あくまでもキューバの政権を倒してほしいんで、うん、
それで自由なキューバを求めてるんです、うん、あの人たちは。政権倒すのは難しいですね。だからいや、あの、うん、難しい、いや何度もやってるんですよ、あの CIA が、そうですよ、暗殺、ね、そう何度も 何百回もやってる、ね、やってて、あのカストロ生きながらで、それで何か生き長いたんですからね。そうそうそう、うん、で逆にあのキューバに対する暗殺部隊をやっつけるためにキューバの5人組でキューバン5っていうのもいて、だそういう人たちはあの刑務所に入れられちゃったんですよ、うん、あのそれを CIA の活動を妨害しようとして、うんうんうん、だどっちが正義なのかよく分からなくなって、それぞれの立場で変わっちゃうんで、うん、まあ、なかなかあの外交もどうなるか、そうですね、とにかく全てが不透明です。本当に混沌っていう状況ですよね、うん、トランプさんになって混沌としてるし、ヨーロッパ情勢もね、分からないですね、分からないですね。もう拮抗してるっていうのがやっぱり怖いですね。そうですね、拮抗するときには、なんか選挙、ポプリズムに走る人が、ね、あの消しかけやすいってもあって、ブレグジットのときみたいに。そこで安倍さんがうまくやればね、日本の、もっとその地位もね、うん、高まるでしょうが、うん、果たしてね、今の例えばプーチンさんと会談してもね、安倍さんを信じていいのか。いや、本当はトランプさんがなったのをチャンスとして自主外交とか、うん、いや、それは無理です。在日米軍撤退して日本の真の独立とアメリカの属国的な状態からね、それは変われないでしょ。本当はそれでやれるチャンスはチャンスなんだけど、安倍さんじゃ無理。いや誰かなと思うよ、今度 CIA に暗殺されたよね。だからトランプさん誕生でプーチンさんに今回足元見られる状況になっちゃったね、はい、逆で。まあ、ヒラリーさんだったらもうちょっとあの日露外交でロシアの方が折れることが多かったはずなんで、もうプーチンさんはやっぱりあのなかなかそこはあの勝負師ですからね。あ、これは日本がちょっと立場弱くなったなっていうのを思って、いやだから日米安保を破棄するから4トン返還しろ。それは大胆に言いますよね。だから日本を完全に中立化して、要するに日本にはアメリカ軍は入ってこないから、まあ、そうやればロシアに願ったりかなったけど、それは中国も喜ぶ話ですけどね。はい、だから中国、ロシア、アメリカの3国に日本の衛星中立化を認めさせると。あ、まあ、でも今、日本にこんだけアメリカの利権あるんで無理でしょうね。そうそう、もう、なかなか、まあでも、12月15日、16日はね、あのどう出るかが実際楽しみなんでね、プーチンさんが、あ、いい温泉だったって言って、帰っていくのか。で、あの秋田県もらってね。秋田県、そう。で16日というと、来週の、次の週ですね。金曜日、金曜日と土曜日ですかね。あ、そうですか。そうそう、あ、じゃあ来週の金八ヤコラではまだ結論出てないですね。そうですね。でその時にびっくりの、声明が出るのか、なんかうやむやで終わってなんかいいとこどきにされちゃって食い逃げされたんなるのか、なんか食い逃げの可能性がなんかね、重そうな気がしますよね。食い逃げ、それこそあの田部さんに言われてるあの青山茂さんあたりにもガンガン言われちゃうんじゃないかって、弱押し外交だとか言ってね。そうなんです。まあ鈴木宗男さんあたりはあのやっぱり4党まとめてポンと帰ってくるとは思ってないんで、2党でも先行してあの共同経済活動から入っていけばいいんじゃないかっていうのを彼が現実路線を言ってるんで、まあそれも結果としては戻ってこなければ食い逃げになりますけどね。そこは難しいところですけど、領土問題だから、あの中国に対してあの半分返したような決断をプーチンさんがするのかどうか、あるいはノルウェーとの海域もちょうど線でパーンと半分に引いて、はい、これであのそれぞれの領海はここまでだっていうふうに決めたようなことが日本とね引き分けやってくれればいいんですけどね。わかんないです。もうちょっと立場がトランプさんがなんせあのロシアに対して好意的だっていうのもあって、日本に対するあの価値がちょっと下がっちゃって、あんだけソチオリンピックもね、安倍さんだけが言ってクリミア問題もあんまり言わないようにしてたのに、本当にあのいいように使われて終わらないようにしてほしいですね。そうですね。ちょっと本当にね、プーチンさんの話も。これがどうなるかね。はい、わかりました。じゃあ、今度はこれで最後に、私が世田谷、あ、そうだ、世田谷の話ですね。はい、で、これ何番ですか。石川4ですね。はい、これをですね、はい、その次ですね、これをね、カットしてですね、これですね、はい、双子玉川の無堤防問題解決遠のくかというですね、問題でありまして、
予算というのは、はい、世田谷区の水害リスクということなんですが、まあ、林業が衰退して干ばつ等の作業を減少すると当然保水力が低下すると、うん、でなおかつ温暖化で降水量が増えるということなんですが、2015年の常総市の水害、これは合流地点でですね、氾濫してというパターンなんですが、まあ、同じパターンの水害が予想されている二子玉川南地区の一部がですね、東京23区唯一の無堤防地区で自然堤防になってるんですが、雑木林がもうほとんどほったらかしのままで、多分保水力なんて期待できないような状況で、写真載せておきました。はい、マムシが出る雑木林、ね、はい、これ本当合流地点ですから、で多摩川の、ね、河川標識の中に建物が建っているというですね、これなんかどさくさで建てられちゃったんですね。そうなんです、そうなんですね。今までは水害にならなくてよかったけど、たまたま ねこれからは分かりませんからね。危ないですよね。でここもね、多摩川がもう目いっぱい水が溢れたら、もう逆流、この支流の方に逆流していきますからね。で結局例えば田中康夫元長野県知事の脱ダム宣言で、うん、新規ダムは作りませんよということで、はいはいはい、既存ダムの浚渫とか堤防整備を行いますよっていう話だったんですけれども、はい、なぜかこの無堤防地区問題の解決反対みたいなんですね、うん、方たちがいたりとかしてですね、ちょっと非常に危険な状況になっているということですね。で次のページをお願いします。はい、で、そもそもですね、この無堤防地区になっているあたりはですね、うん、国交省指定の特 A 級危険箇所、うん、で非常にリスクが高いということと、あと10月に指定されました東京都と世田谷区が指定する土砂災害危険地域であるということで、これ逃げるに逃げられない状況になっちゃうんですよ。で2016年度堤防整備調査予算が決定しまして、はい、住民とのですね水辺地域づくりワーキング開催へという動きがあったんですが、はい、これは全然ストップしていまして、で8月にですね国交省の関東地方整備局京浜河川事務所に問い合わせをしてみたところですね、はい、住民との話し合いの日時が決まらないので計画が今ストップしているんだという内容の回答がありました。これでも予算ついたのにってことですね。だから予算執行の危機なわけですよ、ね、うわー、これはで役所はこれ住民の話が伺わないと何もできないんですね、うん、で結局地元区議がサボタージュをしていて計画が進まないということで、まあだからこの割り振られた区議の方が実はその堤防の中側にあるマンションに事務所を持っているというですね。あららら、なんでなんで、いやこれ計画が進んだら進んだで困るっていう、困る、まあ、だから利害関係者を責任者にしちゃうと問題なんじゃないのかなという、ね、じゃあこれサボタージュしてうやむやにして予算執行した方が彼にとってはいいってことですか。まあだから一人事業仕分けをしてるんでしょうかね。ひどいですね。それでここで本当に例えば来年の夏待たずしてなんか集中豪雨でもなったら、でそもそもこれもご紹介しましたが6月に東洋経済オンラインの記事でですね、元国交省河川課長の方の、はい、河川局長の方のコメントですが、まあ、はい、本当に危ないところには住まないようにする必要がある。いやそれ日本の河川堤防は集中豪雨に耐えられないと。で結局大正時代から昭和30年代までの、その雨量とかの統計に基づいて昭和40年から50年代にかけて計画を決定して以降変更されていないので、まあ、失敗ではないんだけれども、その後のですね気象条件等かですね人口の伸びなんかを考えていくと不適切なんだと。ですから再整備は財政的に不可能でソフト面中心の対処するしかないというのが現状ですが、なんと堤防の 99.9% は江戸時代に作られているものでありまして、あらららでそもそもですね日本の場合ですね、人口の半分と資産の 75% が国土の 10% の洪水氾濫区域に集中しちゃってるというすごい絶望的な記事でした。これだからたまたまなんか今までは大したことあって、ただなんか伊勢湾台風みたいなことがどこでも起きるってことですね。そうなんです。あれこれなんかとあるドキュメンタリー見たときに伊勢湾台風がきっかけでなんか高台移転をどんどん進めていこうっていう壮大な計画のもとで
なんか構造にニュータウンができたって話を聞いて、あちこちでね、もうだからこれ堤防の内側に住むとか論外だっていう話なんですけどもまあだからちょっと石川提言としては本当に豪雨水害待ってくれないので対策は急務としか言いようがないわけですよ。これもうサボタージュしている区議さんにもう Y 区議 Y さん、うん、Y さん Y さんなんかこれでもこれやらなくてもし何か起きた時にあの時やっとけばよかったなってなった時はもうこれ取り返しがつかないですよね。そうですよね。予算はついてたあとやるだけだったのに、うん、予算執行しちゃった、うん、で一度執行した予算ってのはもう次つかないつかないですよ ね、 すね。国の特に予算は今うるさいですからね。で大体地元住民がいらないって言ってるっていう形になっちゃう、ね、いやもちろんそうですよね、うん、うわこれはだからやらなかった罪大きいですね。そうなんですよね。でも地元住民がやらないっていらないって言うからつけないっていうのが前例化すれば外環道とかいろいろとスタッフの開発問題抱えてるので捕獲戦にとっては得点になる、まあ、ただやっぱりその外環道とまた比べちゃうとあれですけど、うん、でもこれ人命がかかっちゃってるから、ね、これだってそこの住んでる人たちの直接にかかるけど外環道はあの元々住んでる人にとっては外でしかないんでメリット多分ないと思います。いやでもこれも住んでる人にはいらんっていういやこれはだって作んないと氾濫した時にあららららって感じですよね。国民の生命と財産が守られなくなっちゃう、まあ、生命と財産が守れなくて生活保障とか言ってる場合じゃないですからね。その通りですね。それが最低条件ですからね、うん、まあ外環道はね生命財産少なくても別に作ることに損なわれる人も言いますけど、うん、そうなんですよね。まあ、これちょっとあの理解えこれも本当にこの地元区議さん Y さんって方は全然議会でももう話も全然あの質問も機会があってもこの話題には触れずな、うん、これ区長はどうなんですか。区長はこのこと知ってるんですかね。まあ知ってますよね、うん、ただ暫定堤防を建設の時には、うん、やっぱり住民の反対していた議員住民の側に反対住民の顔を向いた議員が党議拘束だからって言って賛成しちゃったりとかして、はいはい、あらららら。あるのでむしろ今の時点だと逆に議員は住民の方向いてるからこうしてるんじゃないかな。なるほど、まあ、一応議員は住民の代表ですからね。まあとりあえずはね冬の間は集中豪雨もないからしばらくは大丈夫ですけどあの来年の夏もまた、ね、またいやまたあの上層市みたいなのは、うんうん、ありますからね。また当然来年もそういった問題いっぱい起こってくるでしょうからね。そうですね、うん、もう台風だって今年はすごいでかいのボンボン来ましたからね、うん、でもうまく揃えてくれたりねもう一人しました、ね、いやでも日本列島舐めるように言ったやつもありますから、うん、あんまり揃えることは期待しない方が、うんうんうん、さあなんとかね、はいはい、来年被害に遭う前にね、はい、そうですね。まあワリさん頑張ってほしいんですけどね、うん、あと区長もちゃんと動いてください。はい、はい、はい、じゃあ最後は田口先生のスライドちょっと、はい、朗読を、これは朗読をお願いしていいのかな。はい、1番からちょっと見ていきましょう、はい、1番はさっき見たら違うかな。パク大統領、1番はパク大統領の話ですよね、うん、はい、まあ、これも読んでいただけたバラク・フセイン・オバマ担任まであと42日ということでカウントダウンちゃくちゃがある中で、ね、どうなってますね、うん、はい、はい、で2番目、うん、これはですね最近変わったところとしてはどうなんですか、うん、あの一応どうなんでしょう七人組、七人の侍変わったところで若狭さんがどうなんでしょう関係がでもまだ変わってない、まあ、まだこの辺は1週間で劇的にっていう感じではないです、ね、この1週間ではないですね特に、うん、ただあの七人の侍を県であのトレンとあと若狭さんとか小池さんとかの連がどうなんでしょうかね。だいぶあの今日の議会でもあの自民党都連の都議連都議の人たちはだいぶ小池さんになんかやじったりとかいろいろやってますね、うん、そうそう頭の黒いネズミは誰のことかって言ってね、うん、まあ森さんとか内田さんは頭だいぶ白いですけどね、うん、白いの混じってますよっていう、うん、次がこれがやっぱり小池塾の話ですね。あの先ほどご紹介した金返しの話は、まあ、竹中さんを呼んだからということで、これはさっきと同じ話なんで。そうですね。はい、次は、ムスリムと、
関係ですか。まあ、そして幸福実現党とね、さっきちょっと幸福さんもまだ選挙前でだいぶ疲れたから、そうですね、ちょっとシュンとしてるんじゃないですかね。例えば私今日なんか玉上さん、あのちょっと家が近いんですが、駅に向かって歩いてる時にすごい狭い路地であのすれ違ってしまいました。あらら。やっぱりあのオーラはありますか、玉ちゃん。やっぱなかった。なかったけどなんかちょっとあの、まあ、ガン飛ばされかけました。まあもともと目つき悪い人だって言われてますからね。まあ相性ですから別に悪気はないです。今度はこれやっぱりそのあれですね、はい、クリーの雨が、はい、新庁舎を出さなかったってことですね。そういうことですね。なんか噂では出せばね、うん、そこでもう無罪放免という話もあったんですけど、まあ、あの7人の側の主張としては、うん、そこで色分けして無罪放免と、うん、あの差別をするんじゃないかっていうのがあったんで、うん、全員出さないところにしました。それは何、あのやっぱ全無罪放免になるっていうのはなんか確証がなかったっていうのがあるんですか、それとも無罪放免になるなんて誰も言ってなくて、いやだとなく新庁舎出しなさいって自民党側から言って、そういうのって裏うちうちで、まあ、一応出しときゃあと悪いようにしないよって話が来るじゃないですか、はい、そういう話がなかったってことなんですか。あのだからこの人は無罪だけど、うん、この人はダメだっていうそういう、うん、罪の重さで傾聴をつけるっていうのを恐れたっていうか反発したと。一応可能性としては7人の中で指導的立場になる人はやっぱりあのちょっと責任取ったろうっていうのはあるんじゃないですか、うん、そうじゃないとだからそれは許さんと。でそれを許さないだから誰かその指導的役割を守るために、はい、じゃあ7人が連帯責任でというよりももう決命だじゃないけどみんな一緒にそう差別は嫌だ。ただ労働組合運動的にはの論理からすると真っ当な対応してるんですよね。実は労働組合的なやり方だと。そういうなんかただもうこうなるとね、本当にもうその小池さんの新党って話だよね、現実はもう。まあそうなるんだけど、若狭さんとかはニュースとかでは歯切れが悪かった感じがしましたね。いや、それは無理でしょやっぱり。だってもうあそこの自民党の支援で受けて出ている以上は、自民党私離党します絶対言えないし。ただ一議員から政党の幹事長になるチャンス、ね、そんなもん誰も支持しないミニ政党を作ったってしょうがないじゃないですか。あの維新とあのこの小池さんがやろうとしてるあの新党の違いっていうのは、維新は最初から自民党の人間がごっそり抜けたんですよ、うん、だからベースになるのがすごいあって人材も豊富だったんで、うん、7人いるじゃないですか。そういやいや区議7人じゃダメですよ。でいやあと輝けの都議3人、いやそれも みんな風前の灯火の人たちばっかりじゃないですか。そうなんですか。風前なんですか。だって支持が広がらないでしょ自民党の場合は。やっぱりあと4000人の熟成あれね、まあ、4000人、いや3000人の中で金返せって言ってる人もいるんでしょ。それは現代だから。どうなんですか。いやそれは現代だからで、現代で書きそうなことではあるけど、いやでも僕だったらね、あの講師陣だったら金返せないじゃないですか。いやそれは逆に小池さんっていう人をよく勉強してないから、そういうだってだから2回目だって上山さんなんで、うん、あまあそれは、うん、もう上山さんはまあいいですけど、もともとあの維新の時もね、あの割と、いやだからその路線的には別に竹中さんに遡ったって別に、いや、うん、なんかさ遡る必要だから誰を講師に呼ぶかって考えてないからこういうことになっちゃうんで、うん、呼びやすい。いやでもやっぱそこは小泉構造改革を、うん、まあどうもか やっぱりそのやっぱそのなんていうのケインズ経済的なのの閉塞感に対するアンチテーゼという点だと、うん、そんなネオリベダメだっていう条件反射的な話にはならない。いやもう今ネオリベダメの条件反射になってるでしょ。いやだから、いやでもそれは結構左派的な世界で、必ずしもだって私みたく、うん、そうそう20世紀末に大学教育だった立場からすると、うん、むしろだからそのケインズ経済学の、うん、ケインズ経済の行き詰まりスタグレーションになってしまって、うん、っていうところの解決策として新自由主義が出てきたっていうところは一応小泉竹中路線がそれで登場して、うん、でそれが今総括もできるところまで今来てるじゃないですか。ただ一方で内田利権ってああいう、うん、むしろまさにそれ以前の段階の昭和の状態がいまだに残ってると。でも自民党ってああいうもんですよやっぱり、だからそれはまずぶっ潰すことが必要だ。ぶっ潰すじゃなくて、それをぶっ潰すためには軟着陸で変えていかないと、ぶっ潰すと結局ひっちゃかめっちゃか。だからそこが多分違う、その左派の人はだからそういった古い保守とも手を組んで、だから国家大企業のための経済政策から庶民のための経済政策に変えようっていうような発想なんだけど、それ自身国家の利権を庶民のために使うとかっていうのも
ダメなんだっていうのが新自由主義の考え方なんで、まあ、なるほど、まあまあ7人の、あ、これ先のやつですね、これ先のやつですね、まあ、この先だから、まあ、今ねまだ都議会やってますけれども、うんうんうん、でも7人がね団結してても、うん、上2人からね全然はしご外されそうな感じがありますいやだから7人がいや小池さんなき小池新党でそれプラス3000人の党員といやだってその7人を多分熟成が支持するとかなるんですかならないでしょいやだって関係ないでしょいや関係なくないあの都民ファーストの会の代表は本橋議員なんででも都民ファーストの会をじゃあ熟成は支持して今と来てってことなんですかあの、うん、全員が全員じゃないけど、うん、そこそこ、だから民進党党員で、うん、あの、民進党の議員で入ってる人とかもいるんで。いや、もうそれはもうそんな小池新党が参加できないじゃないですか。小池さんがいないんだったら小池新党にならないし。いや、小池さんなき小池新。だから、ものの輝け東京だってそんなもんなんで。だから分裂してあんなっちゃったじゃないですか。そうそう。だからもういつ8とか外されてもいいような人たちが。いや。いや、だからその7人、ただあの7人の上乗っかってるあの都議さんがいるじゃないですか。うん、あの、はい、豊島区と、それから、練馬区ですか、うん、あの人はちょっと困りますよね1人抜けたら、うん、だってあのピラミッド構造になってるから、はい、あの、うん、国会議員がいて下に都議がいてその下に区議がいるっていう東京トレンドはそうなってるん で、うん、でもちろん国会議員は下でぐちゃぐちゃやらないでくれっていう いやでもその都議を応援するかどうかの踏み絵を迫られたっていう話もちろん応援しないんだったら区議いらないんです、うん、自民党はあの自民党だから都議はここ、まあ、もし新党になったら困るけど、うんうん、そこは自民さすがの自民党なんで、うん、そうはならないだろうだから自民党からの分裂っていうのはそれほどないだろう7人ポイしておしまいだろうと思っ、うんうん、踏んでるから都連は除名したんですその7人を支援してる人たちも自民党の組織が支援してるからその人たちがもうその自民党を辞めちゃうんだったら応援しないよっていうのがあるんで、はい、これは自民党はもうそこはそこまで予想はしてるあの個人の人気で応援するってことはあんまり自民党現象じゃないんで、はい、あくまでも自民党のこの地域 の7人も多分はい、地域分けしてるんで、うんうん、そういうの地域の町内会だとか商店街だとかの人たちがその区議さんを応援してるから自民党したいんだったらもうお前応援できないよってなっちゃうんで、うん、そこが自民党 の、うん、まあその普段着の人たちの計算高いところだと思いますよ、まあ、だから小池塾の3000人と3000そんな小池塾3000人じゃもう5万円払ってもうお腹いっぱいです、うんうん、でも少なくともねこれからの火種にはなってる、うんうん、だからちょっと見ものですよね、はい、なんか最近議会がまた面白くなって黒い頭のネズミを探していきたいって言ってそれは誰のことなんですかって言うんでご想像にお任せしますとかね、うん、もう一歩突っ込んでね、いや白いのも何人かいます、白髪混じりもいますねとかやれば面白いんですけどね。いきなり染めるのやめた人とかいたら笑っちゃいます、ね。ああいますねそういうのも。染めるのやめた人。はい、まあちょっと日本は 1月の総選挙と話はね、もうほとんどなくなった、ね。あなくなりましたねあれはもう、ね、ただまあこういったまたね新しい火種ができたということで。うんまた日本の政局もちょっと混沌としてそうですね、まあ、とりあえず公明党さんが来年の都議選はなんとか頑張らないといけないからそうです、ね、もうポスターあちこち貼ってますよ貼ってますね2連のね6月ですもう25ぐらいがもう決まってますからね、はい、だから、まあ、公明党的には今までやってきた軽減税率だとかいろんな政策がちゃんと進んでますよっていう都学制法なんかね都議選で軽減税率言うんですか、まあ、だっていやてか軽減税率進んでんですか進んでんでしょだってもう次導入されるでしょ、うん、されるんですかあされるんでしょあだってそれで 10% 決まったんじゃなかったんですか、うん、だからその 10% 自身もいや決定ですよ 10% は、うん、決定してもそう延期しただけだから、ね、延期そうそうそうだからそういうのをアピールしたいんだと思いますよ、うん、だってもうずっとそのポスターだけ貼ってましたからね、うんまあ、来年6月もその都議、うん都議選ですか、うん、だからまあ、それとまた政局ですね、そうですね、その日本自体のね、うんその政局もちょっと絡んでるということで、うんまあ、日本も混沌としてる、うんね、ヨーロッパも混沌してる、アメリカも混沌してるということで、混沌としてなんか、また来週1週間でまたね、いろいろとまた出てくるかもしれませんけどね、まあ、住民不在で政局ばっかりも困りますけどね。はいはいはい、ということで、はい来週はですか、田淵先生は今度いらっしゃるでしょうかね。ちゃんと上海から、はい。ということで、ちょっと今回はスライドで終わりましたけどね。はいまたちょっと来週1週間、
また新しい情勢の中でね、また、はい、金貸しながらやりたいと思います。はい、はい、今日はそろそろ時間ですので、はい、おしまいいたします。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はちょっと全身を、あ、全身そうです、ね、はい、はい、ぐるっと一回り、はい、こんな感じで、こんな感じで金賞でいきましょうかね。はい、金賞でお願いしますね。はい、お願いします。じゃあこれでおしまいいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。